選択しない場合、余っている話し役切り職直がし。ランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。出現ターンに入ります。7番のプレイヤーが44発さんあり言がしまとす。う。はい、おはようございます。村人陣営です。トップバッターということで、どうしますかね。僕は結構、いろんな意見あると思うんですけど、僕は黒塗り、雑な黒塗りというか、をする人をあ、ちょっワとル疑ドっちさんゃい結ま果すありがね。とう。人狼陣営は、最終的に誰かに黒を塗らなきゃいけないんで、なんかそういう動きをしてる人を、疑っていきたいなっていう、これが僕の考え方ですかね。あと、霊能は釣り切り。そんぐらいですかね。そこら辺を見ながら考察していきたいと思います。8番のプレイヤーが発言します。はい、塩特にないです。7番さんに直球で行くんであれば、黒塗りが人外味ある雑な黒に、それは当たり前なんだよなって思っちゃったけど、そこをどういう基準で7番さんが見つけるかっていうのは2周目聞きたいから、そこに関してはちょっと深くは追求しないけど、それはある意味当たり前かなって思っちゃったかな。だから印象は正直ごめんなさい、悪いですね。はい。素直にね、おかしいなって思うことをしっかり言うことが大事だと思ってますし、自分自身の見えてる目線っていうのを提供することによって村に情報が落ちると思ってますんで、私もこの位置でね、頑張って落としていきたいと思います。その中で落とせるのが7番さんの印象がすごい悪かったかなっていう感じですかね。はい。人外要素とは取れないんで、まだ印象悪いが2周目しっかり話は聞きたいかなっていう人物かなと思ってます。はい、お願いします。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師でした。3番さんが白でした。よろしくお願いします。まず、間違ってることを言ってる人は人外とは関係ないから、そこだけ皆さん把握してください。8番さんが7番さんに追求してた、印象が悪い。印象悪くなる必要がない。はい。完全に2周目の位置だから。だから8番が言った通り、7番がこの後どの考察を伸ばすかっていうところ、ただ俺この段階で8番さんのことが、人外だったりとか、印象悪いっていうところじゃなくて、どっちかっていうと、後続の発言を伸ばすために少なからず7番さんに色付けした。だから印象悪いっていう評価になったとして捉えてます。はい。7番さんについて、7番さんは白黒を開けるときに必ず理由付けをしましょう。人外はラストウルフに、最終場面になったときにラストどっかに黒塗らないとダメだからっていう、思考があるのであれば、色付けを全くしない人っていうのもちょっと怪しむ視点を持った方がいいね。どこにでもヘイトを撒き散らせる、準備をするとも取れるから。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。9番とは取り方が違ったかなと思っていて、俺は8番は明確に思考を隠した人物かなっていう印象を捉えたけどね、7番に対しての。だから俺は8番が7番に2周目って言ったのよりか、あなたの2周目の7番に対する精査を聞いてみたいなと思っています。あなたは別に怪しいとは思ってないけど、8番さんって俺の聞いた感じでは7番への思考を隠そうとしている人物に捉えられてから、若干8番に違和感がある。違和感です。黒い白いじゃなくて違和感はあって、7番に関しては2周目いっちゃうと思ってるけど、そのまんまやったら釣られても仕方がない発言をしているなと思っている。で、9番に関しては取り方が違ったかなと、俺と見えてる世界が違うのかなと思ってしまったから。はい。ただ別にそれで二世神両方別に取れんかったけど、どうなんやろね。なんか若干合わんなと思ったぐらい。ちょっとの違和感がある。はい。ぐらいです。ちょっと2週目頑張ります。2番のプレイヤーが発言します。あ、お願いします。7番さんは2周目かなと思っていて、8番が7番に印象悪いって言って、で、自分でもしっかりと、無駄に情報を落としてほしいって言って、で、ちゃんと7番の情報を落としてるっていうところは、僕は印象が良かったかなっていうふうに思ってますね。僕は8番の色を隠しそうとしてるっていうのは、僕はあんまり汲み取れなかったんで、とは思ってます。それで一番が怪しくないとか、そういう話じゃないですけど。9番は、8番に情報の取り方がなんちゃらかんちゃらって。情報？というか、後続の発言を伸ばすためにみたいな感じのやつは、9番さん、8番さんへの取り方は、良かったんじゃないかなと思ってますね。
まあ、9番に関しては対抗データは、その時また精査したらいいと思ってますね。ていうぐらいですか。はい、以上でーす。3番のプレイヤーが発言します。現状最終8番さんかな。俺も7番さん初日釣りたいなって思ったのは、これ釣り位置はないと情報落ちないよね。7番さんが言ってることって誰も怪しまなかった。例えば8番さん、7番さん怪しくありません。9番さんも78怪しくありません。1番さんも誰も怪しくありません。じゃ、何も、人狼ゲーム進まないから、それを促してる時点でも釣りたい。7番さんって釣り位置はないんだろうなって思ったから、釣りたいと思ったから、そこを真っ先に釣りをした8番さんが一番印象いいよね。で、1番さんってヘイト巻きすぎだから、俺会っても今日だと思うんで、1番さんは釣らなくていいと思う。で、2番さんが結構逆、1番さんと逆でヘイト巻かない感じが2が狼あるかなと思うんで、自分の釣り位置27番さん、ここに絶対一郎はどっちかいそうかなって自分は思ってます。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。まあ、直近の3番はめちゃめちゃ意味わからないことを言ってたと思います。7番を偏見にとって、7番は釣り位置を上げないだろうという自分の思考だけで7番を釣りをしている行動が、まあ、わけわかんないなって思いました。今現状9番で9番が3番白という現状なんですが、ごめんなさいですけど、3番が強靭じゃない限りっていうのは9番の偽要素が上がってくるかなと思います。それは3番のせいだと思っています。はい。まあ別に7番は印象悪しも良しくもないと思いますよ。別に普通のこと言って当たり前だと思ってるからです。じゃあ何偏見なことを言って、違うことを自分で考えようとしたときに、まあ7番が村人だったとして、7番がじゃあ他者の村人から7番の進行論わけわかんない、だから7番釣りたいって言われる方が、7番自分自身が、まあ、この村人陣を負けに導いている人物だと思ってるから、僕は別に7番って5番どこの釣プりレイたいヤーのが発言だっしまたす。らね。現状の釣りは2番かなと思っていて、それは3番も言っていたけど、2番があまりにも平等をまかなさすぎる。9番、1番と8番に対して意見を違うにもかかわらず、2番視点ではどこにも釣り位置が上がらない人物でしょう。9番は圧倒的に背で、なんか役にも触れず、そうなんだって感じですかね。で、4番視点では3番さんが強靭じゃない限り9番に強さが上がってくるってことは、初日の囲いを見てるのかな。そこに関してはちょっと全然、視点は合わなかったんだけれども、1番は結構ヘタばらまくなと思ってるし、ただそこまで、なんだろう、1番で言っていたことが理解できたかった、理解できてるわけではないけど、ヘタばらまくなっていう感じが1番釣り位置じゃないかなと思っています。別に7番の位置でじゃあ釣り位置上げろってかなり難しいことを言ってるなって思うけどねって、3番8番って結構難しいこと言ってんな、6とかに出てくったら行こうと思います。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。まあ、7番さんに関しては2周目でいいかなっていうふうには思っていて、気になってるのは8番で、8番が7番に対して雑な黒塗りはやめてほしいって言ってたけど、それって当たり前って言ってたじゃないですか、8番って。当たり前だから印象悪いって、当たり前がイコール印象悪いにつながらないと私は思ってるから、8番の印象が悪いですね、私は。だから、それを評価してる人たちが、私とはあんまり思考が合わないなと思っている。1番が8番にとった、そんな何かを隠してるっていうのはわからんけど、8番が結構私は気になっています。はい。それぐらいかな。まあ、だから釣り位置8、2に関しては、ああ、そう、2もね、8を印象いいって言ってるのは私はわからんかったな。はい、8か2。釣りたいなって今一周聞いて思っていました。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はーい、ちょっと待ってね。この位置きついな。5番さんが俺白。で、1番さんが霊能ね。OK。ああ、やっぱ霊そ能うだですね。ね。強俺も気な3こ番と。さんよくわかんなかったんだよな。なんでそんな俺を釣りたいんだろうと思ったけどね。だから4番さんとはすごい意見が合うかな。4番さんすごい的確だなと思いましたね。今日行くなら、どうだろうね。俺8番さんは2周目だと思うんだよな。
で、6番さんが鉢釣りを押すのがよく分かんなかったね。なんか本当に雑な黒塗り。まあ、俺が一瞬言った通り、俺6位行きたいかなと思ったけどね。8番さんまだ全然2周目で早すぎないと思ったけどな。まあその同じ理由で5番さんも疑ってたんだけど、まあ、5番さん売らないっていうことで。あ、違う、5番さんは2押してたのか。5番さんは2押してたんだ。ごめんごめん。で、6番さんが8人押したんだよね。俺なんか早いなと思ったけどな。だから5、6、2人で8か2行こうとしてんのかなと思ったけど、まあ、5番さん占いなんで、まあそれは全然考察変わるんだけど、まあ、俺今日は6かな。で、9番さんと5番さんだよね。まあ確かに3番さんおかしすぎるから、それで俺も4番さんと同じ意見で、9番さんの新芽が落ちるかなっていう感じですかね。まあ、5番さんの占いとしての考察を2周目聞きたいですね。8番のプレイヤーが発言します。まあ率直に5級精査した場合に、偽要素とかじゃなく57っていうのはないのかなと思ってて、7番が仮に、囲われてる、もしくは5番の偽が見えてる場合って、5番って正直な話、あ、5番じゃない、7番って5番にしか視点向けてないから、5級に精査し入れた場合って9番にするより構図が見えるから、9番の占い飛ばされる可能性がある。かつ、まあ間接的にクロス占い提示してるような発言をしてたことから、9番に占われても怖くない人物なのかなって思うと、7番っていうのは強要素も取れなかったから正直村人なのかなと思ってます。3番に関しては、そうだな、3番に関しても狼要素ってのはそこまで感じてないで、2番がめちゃめちゃ強要素感じてるっていうのは、どこだったから、4番と3、4番かな、釣りをしてたのって、ヘイトを全く巻かないところ、ヘイト管理をめちゃめちゃしているところから2番っていうのは、どうなんだろう、狼の可能性もある、人外の可能性が高いかなと思うから、2番っていうのは釣りの候補に入ってくるかなと思ってる。6番が俺に対して釣りたい要素っていうのは、あ、2番さん、騎士ですか、了解です。騎士なら釣り、6番さんが私に対して釣りを押したい理由というのは分からんでもないんですけれども、私が言ったのは、黒塗りを怪しく見ます。それって当たり前のことだと思ってる。ね、4だ、はい、でそれで発言稼ぎをしてる可能性もあるから、俺は7番さんっていうのは色の見えない人物、色落とす気のない人物なのかなと思ったから、7番に対して印象悪いと思ったまです。そこに関して釣りを一気に持ってきた5、6っていうのは結構怪しく見えてるんですが、合計単体精査ついてない。グレーだったら6、9番のプレイヤーが発言します。6釣りないやろ。はい、じゃあもう追撃します、かぶせていきますね。はい、6番さんさ、5番さんはあの段階で占いとして出てなくて、6番さんも6番さんの時点では占いは俺一人しか出てきてないわけやんな。言ってること合ってるやんな。あの段階で5番は9番の言ってることが、おかしい。何がおかしいか、役の進行を述べてないから。ほう。それが俺の人外要素ですか？言ってる意味わかる？6番。6番はあの段階で俺しか出てないね。で、5番が俺のことを偽と促して6番が出るんじゃないかって言ってる人物よ。で、9番の芯がないところといえば、役を、どういうふうに動いてほしいかの指示がなかったから。で、6番自身は5番に違和感持たず。なことある。あ、4番さんに言っとくね。3番さんがどんだけなんだろうが、あの、しかも村全体に言っとくわ。3番さんがなんだろうが知ったこっちゃ。それで俺の芯、疑は、あの、つけんとって。やってられん。なんかちょっと萎えてる。ぐらい。6番行こう。6番でいいよ。6番いかん理由が何よ。6番が8番のことを叩く叩かへん。8番の言ってる通り、わからんかないわ。ただ、8番の話聞いてからでいいや。7番から始まって、8番さんは7番に少なからず色付けをしました。そこを色を隠す隠さへん。そんなこと知ったこっちゃ。あ、じゃあいいで、6、8でもええで。人気でいいよ。な。はい。1番のプレイヤーが発言します。人気で4はどうしたんか。あ、ラン指定します。8番、4番のランでお願いします。6番は今日の釣り位置じゃないと思ってるので、8番、4番のランで、4番、9番が結構見えると思っていて、4番の9番の審査評価が明らかにおかしいと思っているから、3番が別に黒くなるからって、9番の芯が下がるわけじゃないから、4番、9番にここライン切ったのかなって正直思ったから、4番落としてもいいと思ってるし、8番って5番、6番狼に見えるんですか？いや、1番見えへんのが5番、6番狼だと思っていて、5番、6番狼の時って5番って6番殺しに行ってますけどね。5番って明らかに6番を殺しに行くために5番って6番が占いしてるのかなって、5番が仮に偽で狼やった時って
6番が出るのかなって、なおかつ9番が偽で、偽要素も適当に上げ、9番が今述べた通り5番と9番の偽要素って偽要素になってないんですよ。ただ5番が自分の占い師を主張するのであれば別に不当ではないと思っている、まあ、潜伏した理由がそれであれあるのであれば別に納得はできる理由であるから、その時に5番の行動って6番を殺しに行く行動やと思ってるから6番を釣りたくなく、なおかつ1番以外の全視点で8番が怪しまれ、8番が白浮きされている状況下で6番ってあの場面か平山村構成なんですよ。わかります？その場合っておそらく5番6番が否定されて9番狼6番狼っていうのがあると思う。基本的に今は進路を取ってます。占い師を、占い師を進路を仮定した時に9番6番っていうのが今現状9番が6番一本指定したことから見えないんで、4番8番必ずどっちかに狼がおると思っていて、5番7番はないと思っている。どっちかめくりに行きたいなと思ってんねんけどね。4番の発言聞いてから決めようと思ってるけど、どっちでもいいと思ってる。多分ここ鈍いちゃうと思ってるな。2番さん、どっちがいい？発言聞いてから決めようか。おそらくどっちか狼おる。2番のプレイヤーが発言します。じゃあ4発ドランでいきましょう。はい、確かにね、9とつながるのは4かなっていうふうに思ってるけど、でさ、ヘイト管理をしてるってどういうこと？普通に平常管理したつもりないしね。ああ、みんなの視点でそう見えたんだな、申し訳ないですけど。だって、正味、みんな2周目じゃねって思ったりしたんですけどね。8番は印象いいでしょ。1番に関しても、そこまでだったから、そこまで印象悪いとかなかったしね。で、3番は、7番に、何？辻ちゃんを言わなそうだからって、どういうことって思ったし、サムは臭いなと思ってるけど、はい。占いに関しては、まあ、触れません。はい。っていうぐらいかな。はーい。おかしい、これ。じゃあ、6番の教授目は否定されるかなと思ってますね。そんだけです。48のな、発言聞いて決めます。あ、以上です。3番のプレイヤーが発言し、とりあえず騎士対抗いないね。騎士対抗いないね。普通騎士の騎士って役職持ってるならちょっと釣りをして、炙り出さないと人外。2番さんとか役持ってるなら7番さん猛烈に釣りたいとか言ったら、7番さんもしかしたら霊能使用で逃げた可能性あるよ。2周目騎士ならしっかり釣り寄さないと。俺今日4釣りでいいと思ってて、4番さん3だけ叩いてどこ釣りたいのよ。釣りたいとこ一切言ってないじゃん。だから俺今日4釣りでいいと思って、8番さんもちょっと怪しくて、その理由って、6番さんが8釣りたいっていう殴り返し。で、6番さんの位置って狂人ってほぼないか、まあ、狼はあるよ。狼はあるけど、狂人ってないから、他から行けば狂人目も釣れる可能性あるし、6番さんってしっかりその位置で、釣り1言えてるから6釣りがないんよね。なんか俺5の芯がかなり高いと思う。まあ4番さんの発言聞いて、まあ4番さんが白かったら8行くけど、4番さん1周目3釣りたかったの？ 3 以外だったらどこ釣りたかったのか一切言ってないんよね。釣り1はないとこってヘイト買わないから、だから4番さんの黒結構あると思うんで、4番さんが2周目発言聞けるんで、4か8どっちか行こうと。あと4番さん占い審議つけてね。俺は5が真だと思うよ。潜伏の方がメリットがあるし、6番さんの強人がないとか、6番外せば強人目も釣れるから、俺5が真だと思って。4番のプレイヤーが発言します。はい。まず、兵刀を買う、兵刀を買わないの話に関しては、狼と村人を見分けれません。村人も、自分の仲間たちから兵糖を受けたくないから、その代わり自分の村人っていうのは皆さんに兵糖を向けません。なのでそこの区別でつきません。5番と9番の判断で、5番が死んだ。なぜかというと理由、潜伏していたから、これだけで審議はつきません。三使用状況で5番が何かしらのムーブをして出てきた。だから神明が高いんじゃないか。こういう主張ならまだしもわかります。なのでここで5番と9番の判断はできません。なんなら3番が黒いんで9番が偽に見えます。これだけ言っておきますね。まあ自分は3番が強人じゃなければ9番の方が偽に見えてくる、1人しか出てきてないけどっていう主張をしました。まあ4番8番の欄、まあ受けましょうと思ってます。自分も6番と8番だったら8番の方が怪しかったからです。
8番の7番の白市長が全くもって分かんないです。めちゃめちゃ白置きが雑だと思ってます。8番視点でまず1周目の段階で7番の印象が悪かったっていう主張するんであれば、2周目に思考転換をした時に7番の考察が堂々で7番が白いっていう考察をした方がいいと思います。5番7番狼で9番にすり寄る行動が9番から占われてもいい存在だ、だから7番が白い。この場合5番7番狼で9番を噛んだ場合は7番がステイされるんで、7番の黒結果っていう情報が見れないから、それで7番の白置きは全くもってできないです。なので8番を釣りたいと思います。8番で黒結果落ちた場合、自分は5番だと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。4番が圧倒的におかしいんだけど、4番ってじゃあ8番で黒したら5番だと思うって言ってるけど、8番って、雑っていうかもう捏造で俺を釣り殺しに来てる人物ですけど、8番って釣り殺してから俺を偽だって言ってる人物ですけど、8番って俺って1周目の段階で2番の発言を聞いて、2番が兵徳管理をしないから狼っぽいから2番釣りたいって一本指定しかしてないのもかかわらず、8番って5番6番ともに俺を釣り殺しに来てるから5番が偽だって言ってるんです。にもかかわらず5番が8番とラインを切ってるとでも言いたいんですか。1番の考察を聞いて4番9番のラインって、それで4番が9番3番の、初日囲いを追ったっていうのがかなり納得いったんだよね。ずっと違和感だったんだけど、あと9番視点で、9番占いの能力を持ってるって主張するんですよね。9番じゃあ3番の白を知っているんだけど、3番が何を疑わないでくださいって、3番じゃあ人外じゃないっていうことを知ってるんですよね。もしくは狂人かもしれないっていう。なんで3番が怪しいと思ったら俺が偽って、当たり前じゃないですか。3番で狼だったっけで9番確実に偽になるんで。だからそういう視点を持つ4番って別におかしくなくないですか。だから9番がない理由が分かんないと思っているし、あと潜伏した理由って6番の動きが見れるからですけど、だから6番に対して圧をかけ6番でワンチャン出てくるんじゃないかっていうことで、6番視点で6番9番狼じゃなかった時って6番って9番に対して真っていう目線もあるんで出てくるかもしれないんで、だから潜伏して6番に圧をかけました。じゃあ6番出てこなかったら6番ほぼほぼ村かなと思ってますね。だから4番でいいんじゃないかなと思ってます。8番も不当実しかないと思ってます。僕は4番に入れると思うんです。6番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。まあ、8番に関しては、なんだろう、まあ、占い審議からいけば、9が偽かなっていうふうに思ってて、5番が、なんか、僕しか出てないのに違和感を持たないのかって言われたけど、多分5番って占い師なんだろうなって、私視点思ったから、別に5番に触れる必要なかったし、2周目でいいかなってそれこそ思ったから、9番の私叩きって結構不当だなって私は思っている。だから、まあ、9番が偽かなって思ってるかな。はい。気になってんのはね、8と4、4番が、あ、それ、5番が言ったけど、8番が黒落ちた時って繋がるの9番だと思うんだけど、私は。だって、私って8番叩きをしていて、9番が6を釣りたいって言ってる構図が、8、9に見えませんか？これ4、8、9、3思ったから、そこは4番に気になった。8番に関しては、なんか結構雑だなって、私は思った。7番に言っとくと、私って1周目の段階、7の進行論に対して8番はそれは当たり前でしょって言ってる人物じゃないですか。当たり前なのに7番の印象が悪いって言ってる人物って8番が一番雑な黒塗りをしていませんかって私は7番さんに問いかけたいけどね。その理由が結構不当だとか言われてたから7番に関してもハテナですね、私は。はい。4、8、どっちも不思議だなって思ってるけど、私は8は9と結構つながるかなって思ってるから、8番釣りたいと思っています。はい、以上。全プレイヤーの発言がし、その疑いにはどんな根拠がある？まあ、やっぱ5の方が神妙な、5の金ないといいけど、やっぱ役持ってるならもうちょっと、スリッチ言ってほしかったね。投票が終了しました。まあ8釣りもまあ納得っちゃ納得だね。8番これ5が4に黒った4釣りたくなっちゃうね。9はいえ6おかしくない？普通に考えて、だって6番ってまあ84に対しての疑問分かって、8番って7番の白要素ってちゃんとで4番だけど、4番も9放棄って7番が白く見えた理由って7番が完璧クロス占いを飲む
かつ3番に対して裏に飛ばしってことは9番から7番で裏に飛ばせるっていいじゃん。これ C はちょっと多いんやろ。だったら7番っていうのは村かどうかわかんないよ。ただ白い人物じゃないって思えるから、うん、あ、神考察とか入ってきたらそれはもちろん7番がね、9が新占いだった場合って、まあ、4黒は硬いな。5、7方だった場合って噛まれて7番ステイされるっていうのはわからんでもないけど、少なくともクロス占い提示できる時点で7番っていうのは4が3叩いた理由か。だから7番4、7もあんのか。はいいかなと思ったから7番。4、7だったら怖えな。っていうかそれ言ったよね、俺。4番に対して。4が3叩く理由って4、7もあるな。7も4も8もおかしいって言うでしょ。じゃあ5番と9番で9の方が2線に見えた場合って、5を何で、5は真で見て、7は狂人で見てんの。だったら9の相方って4で見えてるの。8で見えてるの。俺白しか欲しいんから。6番おかしいと思ってよ。正直6に行きたかったのは山々だけど、9、4だったら8に行くやろ。られるわけにはいけないから4に行ったけど、結果落ちられてる。それに関しては村人は申し訳ないと思ってるけど。4、8、5主人はありそうだけど。いやー、マジで6が一番おかしいと思ってますよ。うん、当たり前のことを言ってるから、それって当たり前のことを言ってたら印象悪くない。だって色を落とそうとする準備じゃないと思うから、これはそう捉えたから。主観の押し付けでしかないと思ってます。夜が更けました。人狼に気をつけてください。うわぁ、騎士は、騎士6行ったんだ。俺、あんまり騎士も神っぽくねえんだけどね。あんな騎士とかねえやろな、まさか。あんまり、騎士っぽくなかったんよね。夜が明けました。だよね。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番3番のプレイヤーが発言します。霊の結果何？あ、白ね。読んだよな。読んだ。やっぱ4級か。4級人狼の7強かな。7どこ入れてる？あ、7、8入れてるよな。6は、あ、6も8か。いや、8って黒くなかったやろ。初日の7叩き俺も真っ当だったと思うけどね。あの、一つ懸念してるのが、あの、47人狼ちょっと懸念してるのがある理由言うね。俺が7番さんか2番さんには一狼がいると思うって言ったら4が3叩いてきたんよね。これがちょっと47あるかなと思ってるんだよね。ただ、もうグレーは4がサイクロなんで今日は4行く。ただまあ5番さんからは心象悪くなるかもしれないけど、俺ちょっと47持ってるっていうの言っとくね。ちょっと6番さんなんで4より8いったのかちょっと聞きたいんよね。46あんのかな。6番さん初日8釣りをしてるしね。46もあるのかな。ちょっと9番さんの方聞きおわびもあるから、あ、46濃いから4に入れます。4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ3番は強人だと思っていて、まあ7番は結構範囲外になったんですが、この場合は5番7番狼かなと思っています。はい、まあ昨日の時点で5番は結構偽が見えたかなと思ってますよ。4番の主張で8番が狼だったときに5番9番だった場合は5番の方が見える、この主張がわからないから4番に入れる。まあこの4番投票理由がマジでわかんないです。だったら8番の色を見たらいいじゃないかと思いました。自分は8番が狼だったら5番と1番つながるねっていう主張してんだから、8番が白だった場合また再精査すればいい。8番が黒だった場合はじゃあ8番9番狼だと5番視点で9番が狼だと補足しているんだったら5番と9番ロラを完璧にかければいいじゃないですか。なのになんでそこの4番の思考を汲み取れず8番の色を見るんではなく4番の色が見たいのか全くもって分かんないです。それで4番の釣り押し理由がマジで分かんないと思いました。8番9番狼は俺は絶対にないと思ってました。8番と9番が矛先を向けているのは6番です。6番にしか矛先を向けていません。
この場合8番9番狼どっかに狂人潜伏の状態で1番霊能2番が騎士5番が神占い7番白結果じゃあ8番と9番が矛先を向けてるのは6番だけです。6番を釣って2番が1番越えするんだから6番白結果5番が3番白結果3番角白です。その場合8番と9番はどこと戦いますか。そうなった時って8番9番狼狼って見えなくないですか。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。4番の意見が汲み取れないから4番を強さなくて4番のヘイトの向け方がかなり雑でしかないと思ってるから4番人外でしょっていうことを言ってるんですけど、なおかつ私はもう占いの能力を持ってるんで4番とあと8番占えばいいと思っていたので、何が雑いのかもっと言っていただきたいですね。じゃあもっと偽要素言っていただきたいですね。昨日で偽要素が見えたっていうんであれば。あと3番さんに言っておきますけど、じゃあ47ローローで見えたときって僕強靭になりますけど、4番のおかしい要素を挙げたときは4番に黒打って俺かなり利的行為してますけど、で4番釣るんでしょ。3番がなんか急におかしくなってきたなって。俺は6番の投票結果から4、6って全然あるなっていうふうに思っていたけども、4、7が見えるっていう視点がちょっと3番には分かんなくなりましたね。3番は占う必要ないと思っていましたけど、クラス飛ばす必要ないと思ってましたけど、急におかしくなったなと思ってます。はい、2番が本当に騎士だったんであれば明日ちょっと1番に色を見せてもらう、見てもらうことはできないんですけど、確実に4番で黒が落ちますので今日4釣りしか飲めないですね。4番さんは理解できました、うん、多分8番9番にしか飲めないけど6番が言ってくれたと思いますけど、ただ4、6ローだったときって4番、6番の連携が取れてなさすぎるなって思ってるんで、4球でほぼ終わりかなと思ってます。はい。あと何か言うことあるかな。9番さん、本気の理由言った方がいいと思いますよ。なえたって言ってましたけど、あの盤面って全然どっちか釣れる盤面だと思ってるんで。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。いやー、昨日の段階、8のね、人外フォーク、私は外れんかった。いや、どうだろう。4番も、昨日の段階で、その、8黒落ちた時、5につながるかなっていうのは、ハテナだったから、どっちでもよかったけど、初週から8の印象、私あんま良くなかったから、8番に入れたんだけど、多分、占いは私は進路だと思ってるんですよね。あの5番が強靭で4黒って結構危ないなって思ってるから占いは進路だと私は思っている。多分強靭位置は3番もしくは7番かなって思ってるけど、3番の方が若干濃いかなって私は思っている。はい、4番視点で5番の偽が分かって、なんで5、6って追わなかったのかなって、5、7って真っ先に出てきたけど、6番の白が4番を助けてるのかなって私は思ってしまった。昨日の段階結構私は5番の方が真に見えてるっていう発言を残しているから、迷わずよ、4番が5、7ローローじゃないかって言ったのが、私はね、そこが4番に対して不思議に思っているから、やっぱり4番に今日は入れようかなっていうふうには思っているんですけど、9番が昨日なんで投票放棄したのか教えてほしいなって思っている。それ聞いて、いや一応それも聞くけど、現状後の方が芯があるかなって私は思っているんですよ。はい、今は4番に傾いてます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、僕は昨日は 6番に入れたかったんですけど、まあ、4、8だの、4、8だったので仕方なく8に入れたって感じですね、まあ、3番さんにこう返すなら本当は6に入れたかったけど、まあ、仕方なく8に入れた。まあでも2週目、あの2日目の6番さんと俺同じ意見なんだよな。なんか3番さん強靭にしか見えないんだけど、そこはすごい同じ意見。強靭でなんで黒い4に入れるんかい。俺4番さんから正直黒要素拾えないんだけどな。まあ、俺目線4か6どっちか黒なんだけど、だったら6の方がまだ黒っぽいなって気がするんだけどね。なんか4番さん全然黒く見えないんだけど、3番さんそんなに4黒く見えるかな、まあ、ずっと押してるよね。分からんな、ほんと。あんまり見えないんだけどな。でも3番さんの考察が変っていうのは、まあ、6番さんと同じ意見なんだけど、まあ、4、7黒だったらおかしいよねっていう話かな。
まあ、なくはないんだけど。なくはない。1番さんにどこ行くか。なくはないってどういうこと。かな、俺あんま4番さん黒く見えてない俺は。俺は46だったらまあ6の方が黒だと思ってるかな。あと9番さんの投票放棄の理由聞かないと何とも言えないけど。だからそうなるとまあ5番さんの方が2攻めに見えてるかな。まあ、9番さんの方が9番が4つらん理由ないよね。4、3休んでる時点で1周目。あ、でも黒囲いもあんのか。ちょっと考えます。9番のプレイヤーが発言します。俺の投票放棄の理由ってほんまに聞きたいと思ってんのな、待って。てか俺もう6番がその思考やったら俺もう無理やなと思ってるから。なえたなえてへんとかじゃなくて俺6番一本指定してる人物やで。8も4も別に黒要素なんか何一つないって。何一つないわ。言ってやろう。何一つないわ。なんで釣りたいんかがわからへんもん。理解ができひん。マジで。なんで釣りたいの ?6 番は1周目の違和感が拭えへんから8釣りましたって言って、それ8釣んの ?4 の黒要素なんなん ?5 番に関してなんかおかしいやん。4のこと釣りたいって言ってて、8のこと釣りたいって言って、怪しい人物です、あるとしたら4級ですって言ってるけど、4占ったら分かる、8占ったら分かるって、お前グレー最初どこ行くつもりやねん。言っててやん。5番は4の色見たら分かるんやろ、8の色見たら分かるんやろ、最初どこ行くつもりやん。占い能力があるないとか、そんな低レベルの話じゃねえ。なんでそこまで言わなあかん。でも6番がもうそれでロックしてんやったらもう知らんって。で、8死んで、8が白でしたって言った瞬間に、ああ、7強人ある、3強人ある、結局じゃあ6番の視点で言いたいことっていうのはもう4級ってことやろ。言ったらええのに、それも言わんねん。これ白やねん。てか、なんでそんなあのグレー行く動向とかの話になってんの？普通に5級の精査でええねんけど。え、5級の精査じゃないの？ 5 番さん。1番これ死ぬねえやろ思ったんすか。7番釣りたいなと思ってんけど、ね、面白いから、ただただ面白いからです。7番の視点はおかしくて、4番が黒く見えへんときに6番が黒いって言うけど、9番の白先6番、5番は4番に黒打ってるから7番の視点バグってるんよ。あとプラスで3番の共鳴ってないから、で3番の共鳴じゃ7番さん明確に上げてくださいよ。3番が今日に関して共鳴ね、昨日4番投票、8番白結果、4番黒結果、その時に3番って、4番、6番、4番、7番が見えるって発言ほどしてるんですけど、これって興味あると思います？どっちにしろ、今日って占い決め打ち日なんですよ。基本的に、次の日、じゃあグレー詰めましょうかっていう進行ってないんですよ。7番詰めたらあかんから、これ7番確陣がやと思ってんねんけど、そっからもう1日センサー先延ばしセンサー。嫌だよ。あかん。あかんから。あかん。ダメですか。7釣りたいねんけど。7確陣がやろ、絶対。6番が黒くて4番が白くなる理論。その場合の占い神が5番が偽。9番の占い結果6番白。5番の占い結果7、これ、村の可能性ある。4、6、まあ、その場合9番釣り偽、9番狂人、4番、6番狼にしかならんねんけど、7番3神。7つって1買われたら俺が決め打ちやん。ダメですか ?7 番釣ったら。100% 人外と思ってるんですけど。7行って次の日で皆さんで話し合って決めてください。今日は7釣りましょう。マジで？なんか やってみようか。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠がある？7釣ってみるか。ちょっと面白いからやってみようか。投票が終了しました。本当に7に入ったこれ。追放されるプレイヤーは7番、7番の遺言を発表してください。用心しようしよう。いやーほんまごめん、9が6白出てるの忘れてたわ。1番さん2番さんごめん、村陣営ごめん、マジで忘れてた。これたまにやっちゃうんだよな。先般俺だわ。村陣営ほんとごめん。誰が村かわかんないけど、とりあえず1番さん2番さんほんとごめん。もうこれもう村負けじゃない？9、6、白出してんのマジ忘れてた。
ごめん、俺が先般。夜が更けました。人狼に気をつけてください。強靭仕様が通用するかな、これ。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、3番のプレイヤーが発言します。ご主人誰？ご主人、狼使用して？ご主人、これ4級だったら、狼使用して4番、3、9番、その狼だったら、狼使用してほしいんだけど、ないの。どうしよう。ちょっと俺狂人だからわかんねえんだよね。ちょっと狼さん、ご主人さん、狼仕様お願いします。マジわかんねえなあこれ。どっちだろう。俺4番がね、片白殴るとか絶対狼ないと思ったから、4番さん入れて今日アップしたんだけど、どうしよう。わかんないなら、わかんない。これ4番最白だから4に入れるよ、じゃあ。4番のプレイヤーが発言します。4番は人間で9番は神占い師ですよ。どんまいです、3番さん。はい。まあ、6番、昨日言った4番の発言で、なんで5番、7番、狼ってすぐ出たのかっていう主張をしますが、9番の初日の白結果は3番で、2日目が6番白結果なので、8番の霊能が白結果な以上、自分は自分のことを人間と分かってるんで、5番、7番、狼で、6番、8番、3番の中に1強人ですよ。だから自分は5番、7番、狼で、7番には眼中になかったが、7番が狼だったっていうことです。そして8番、9番、8番が狼だったときに8番と5番がつながる理由、8番と9番、狼だったらゲームウェイクができない理由を説明したのみです。まあ、5番はもっと偽要素を上げてくださいよって言うんですけど、じゃあ4番の黒要素を上げてくださいよって思ってます。もっとではなく上げてくださいよって思ってますね。自分は初週で3番と8番おかしいと思ってました。8番は7番に対して印象が悪い。7番の発言は普通です。なので印象が良くも悪くもありません。3番時点で7番は2周目釣り位置が上げれないだろうだから釣る。この発言おかしくないですか？これが正論だと思ってます？7番の2周目も聞いてないのに。だから俺は3番のことがおかしいと思ってて、3番が強人じゃない限りは9番が狼だ。3番が強人じゃない限りは3番が狼になるんで9番が人外だ。そんぐらいですけど。はい。だから自分は8番が狼だった場合5番と繋がるんじゃないか。8番の色結果を見たい。だけども3番がおかしいから9番3番も追ってます。自分は8番の色結果次第で再精査ができる人物だから、5番と9番の精査は5番のこと偽なんて一言も言ってませんけど。5番のプレイヤーが発言します。7番の強靭要素があるっていうのはまだしも、1番ってもう霊能マジで説得切れてんの、めちゃくちゃ言ってたかったんけど。3番強靭ですか？これで PP 起こってんやったら1番のせいでしかないんやけど。4番に言ったけど、俺が言ってんのって8番って、8番が狼やった時5番に繋がれてたけど、8番ってめちゃくちゃ不当な理由で、捏造まで起こして5番の偽要素を上げてきてる人物やって。5番の新書を上げてる人物で、それでライン切れをしてるように見えるんやったら、私もそれも言わず4番視点で8番が狼やった時俺に繋がるって理由がわからんって、だからその理由を6番が言うてくれてるやん。やなに4番って分かってない人物やろ。あと9番に言ったけど、俺だから言うてるやん。4番、8番のローラーやったら、8番のことをめちゃくちゃ疑ってたけども、4番が8番が黒やった時に5番につなげてくる理由も不当やし、4番って話聞いてない自分だから4番でしかないと思ったけど、4番釣った後8番占えばいいって言ってるだけだから。釣り位置も上げてるしね。4番、8番で、ローラーじゃないわ。4番、8番のラン指定を1番からされた時に、それやったら8番やったけど、4番の発言を聞いて4番がおかしくないかって言ってるから、4番を釣り殺しに行ってるんですけど。やばいと思ってるわ、もう。
3番、6番が村やったら、今日は確実に9番か4番に行ってください。もうどっちも行ってたら割れるんで、じゃあ9番に行ってください。もう3番と6番が村やったら確実に9番に行ってください。もうこれで PP 起きてやったら、マジで1番のせいでしかないと思ってる。接続より逃げんなよって感じですね。村やばいなと思ってます。あの時点で7番釣りに行けるの。6番のプレイヤーが発言します。はい。もうこれって57オオカミもしくは49オオカミしかないってことだもんね。うん。5749。はーい。9番に入れます。9番のプレイヤーが発言します。なんであの段階で9番に行きますってなんねん。6番ちょっとやばい。考え直した方がいいで。理屈をじゃあちゃんと述べます。3番が強人やって言ってるわけやんか。4番と9番、6番で言った通りよ。49ローローもしくは57ローローしか絶対村としての視点はないわけ。あの段階で勝つ負ける置いといて、3番が自分が強人ですよ、PP ですよって言ってねえたら、それに乗っかるしかない。49って。言ってる意味わかる？6番さんの言った通りやねんって。5番さんの言った通りよ。5番さんは49ローローやって言ってます。9番は57ローローって言ってます。どっちにしたってリブイチで5級の決め打ちやねんから、3番が強靭って言ってんやったら乗っかってチタンかどうか先延ばしにする必要なんか何一つないねん。あーなんかちょっとついていけへんな。6番さんもう一回言うで。この段階って3番が強靭だろうが強靭じゃなかろうが号泣のランやな。決め打ち、ごめんランって言ったな今。決め打ち、あーなんかもう一生足引っ張られたわ。3番ここでも言ってんで、この段階でじゃあ4球やった時に言わん理由何？5番が精査伸ばそうとして頑張ってやる理由何？いろいろあれこれどうこう言うんじゃなくて、そもそも4級ローローやねんからな。5番目線は4級ローローなんやろ。もう行きましょう。全プレイヤーの発言が終了。ちょっと9の方がしんないわ。9の方がしんないわ。これどうなるんや、これ。追放されるプレイヤーは6噛まれるんかな。9番、9番の遺言を発表してください。あー、57か、49やね。7をどう見るかだね。はい、なんかもう言うことないわ。なんか何がしたいんかわからん。6番騙されたと思って、あなたが9番のことを偽に思って、5番のことを真に思ってる理由も、はい、ちゃんと洗い出してみ。俺の偽要素はそんな明確か？ 5 番の新要素はそんな明確か？もう俺6番だけに訴えかけるわ。あー、なんでここまで言ってわからんねやろな。あ、じゃあ3番さんは結果俺に言ったな。3番さんが強人じゃない可能性が出てきたわな。ほんで？だから言ってるやん。号泣のところは結局2択なわけやから、そこで変わらんって。で、6番が思う9番の偽要素なんや、5番の新要素なんや。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ6かもんかな。紙なしにするんかな。いや、7黒いから57もあんだよね。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。俺噛むの？3番、4番の俺噛むんだ。はい、なんで3番が噛まれたのかわかんないんですが、6番さんよく聞いてください。
4番、9番狼だと、俺が読んで、3番が狂人使用していて、いやいや、俺が読んでいくって言ったんだから。6番が4番を怪しんでいて、3番が4番に投票するって言っている人物だった場合、5番と6番と3番の投票が4番に行くんで、4番と9番狼だったら自分、狼使用してます。じゃないとほぼ勝ち目がないからですね。こういう状況に行ったとき。はい。3番が、普通のスムラで狂人を語ったとしても多分勝ち目がないと4番は踏んでいたので、4番が狼だった場合は人狼使用して3番に5番投票しろって言います。はい、まあ5番に6、7人狼はねえかな。4番がおかしかったからって言ってますけど、4番は8番が黒結果出た場合って言っているから、別に4番が人間で8番が狼、4番が狼で8番が人間だった場合、8番に白結果しか出ないんだから、それで4番が人外だってなりませんよ。だって結果的に4番が狼だと思ったんでしょ。その時に4番狼が取っている行動っていうのは、9番の相方をかばい、5番の新占いの新作業を行っている行動でしょ。8番の村人を使って。だけどその場合って8番白結果しか出ないから、それは4番の黒要素にはなりませんって言ってんの、僕は。だから5番が4番の黒塗りがおかしいって言ってるんです。これで分かりましたか？これで分かんないんだったらもう会話はできません。はい、以上。5番言ってください。5番のプレイヤーが発言します。いや、しつこいなぁ。だから8番の色は自分が知れるからいいんだって。だから4番が言ったことがおかしいと思っているから、1番に霊能結果落とさせたかったって言ってんの。だから俺が8番の色を知ったところで、8番の色ってじゃあ自分にしか分かんないんだよ。でも4番が霊能結果で黒落ちたときって、別に村白だろうが黒だろうが、村結果、村全体に落とせるんだって、その結果を。1番って霊能一角してる状況だから。だから4番の方が色見たかったって言ってんの。もう6番はもう多分、6番3番って村でしかないと思っているから。じゃあ狂人どこなって多分7番だと思いますよ。7番の人外要素あるっていうのは1番の目線は分かるけども、俺世間でも4番黒出てるしかない。4番黒出てるから4番しか釣らないんだって、あの盤面から。だから7番に行く。じゃあ3番6番に狂人だってどうすんのっていう話をしてるんですけどね、はい、3番6番があの時点で9番に行ってるんで、もう村でしかないです。狂人目線でじゃあどこを安定に釣るかって言ったら4番でしかないから、昨日の盤面、ね、3番ってもうその段階で4番釣らないんでしょ。だから狼どこになって浴び出したんじゃないですか、3番って。わかんないっすけど。もう6番、もう言わなくてもわかるでしょ、マジで。4級ロールしかないから。これ6番が血迷ってやばいなと思ってますね。はい。4番に投票して終わってください。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい。なんで6番をこうしたんだろうと思ってる。一番興味なくない？私って。1周目平和村盤面で、最終エンポジで。3番の方が興味若干あったんじゃない？だって4級の欄で4級って同陣営ってわけでしょ？ 9 番いけるって3番の興味ってちょっとはあったと思うけど。はーい。もう決め合ってるんで、決まってるから。9番の偽要素？いや、9番さん偽要素。死んだったらごめん。死んだったらごめん。もう私が悪いってことになるけど。多分4番で終わると思ってるよ。私は5の偽要素がないから。9番さんの方が、なんか、ずっと怪しかった。まあ、まあ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 。まあまあ。まあ、相対的にやっぱ4級に見えるよね。4、9、7。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。ああ、よかったよかった。村人陣営の勝利です。あぶね、8キロ。8キロ。8キロか。8キロ。ああ、8キロか。よかった。いや、もう霊能がやばいと思ったよね、あの瞬間は。なんで 7?7?7? ってなったよね。いや、あれですよ。俺3番って狂人ないなと思ったし、6番が狂人ないから、あの7番釣れるんですよ。どっちにしろ、4番、7番、どっちにしろ人外がおるから。だから7番釣っても大丈夫なんす
仮にあの盤面で次の日に9番が7黒を打った時の方がだるいなと思ったんですよ、4番釣った後に。それやったら初めにもう黒1潰しとった方が強いでしょ。 PP 起こらんかった時ってじゃあ7番で何かしらの陣外が落ちた時に4番9番の黒か5番7番の黒って審議が出やりやすいから。まあけどね、これ8強なら納得だわ。6釣り押しは役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は霊能者です。夜が更けました。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。陣営で確認しようはありません、まあ、とりあえず僕は安定志向なんで、うん、まあ霊能にしようだったら絶対釣り切りますし、占いさんしようなら絶対釣り切ります。ありがとう、まあ、絶対安定志向取りますんで、まあ最近いろんなムーブが増えてきたと思うんですけど、僕は初心に帰ってやりたいと思います。でまあ僕は怪しい位置しっかり言っていきたいと思いますんで、まあ、ただまあ潜伏とかいろいろあるんでね、思考が変わることがあるとは思うんですけど、まあ釣り位置とかでね、しっかり精査して村を勝ちに導けるように精査していきたいと思います。あとはね、まあ最後決めるのはやっぱパッションかなって思うんで、まあ決戦とかだったりどっちに入れようかなって迷った時には自分のフィーリングと、まあ、その人のパッションの強さで投票先を決めたいと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。おはようございます、占い師三四郎です。三四郎を持ってます。はい、で例の方は1周目から出てきてください。もうグレーセッサーするのがめんどくさい。はい、ね、あ対抗がね、そのね役職が出てきたところに白を打とうが何しようが、はい、もう構いませんので、はい、ね、あの一番きついのは平和村になるところが一番きつい。で平和村の 1,2 番目が一番めんどくさいと思ってるんで、はい、ね、あの例の方はもう1周目から出てきてください。はい、もうこれ占い師目線ね。はい、なおかつ騎士も出てきてくれた方が、あのつむら目線すっきりすると思います。これもう人狼くさ、はい、4番に関しては2周目ですね。以上です。6番のプレイヤーが発言します。いやこれ結構情報になると思って、でも5番さん占い師をしてるけど自分5番さんかなり2攻めで見てます。で5番さんの考察をすることによって、か多分人狼ってかなり浮き出てくると思うんだよね。なんで7番さん以降5番さんをどう見てるか言ってほしいかな。新目で見てるか2戦目で見てるか、自分的には1周目で出てこらせる必要がないと思ってんだよね。2周目でバッティングとかもあるし、あの騎士出すと狼の方がやりやすくなっちゃうんで、もう5番さんかなり自分的には 80% ぐらい人狼なんじゃないかなと思ってるんで、まあ5番さんとのラインを見たいんで、7番さん以降5番さんをどう見てるかちょっと言ってほしいかな。そこからちょっと自分を狼探していきたいかな。だから5番さん、54にはちょっと見えない。4番さんって HP 低い位置なんで、多分4番さん白なんじゃない ?5 ロジックなら。7番のプレイヤーが発言します。なんか6番ってこの先一生発言ゲームをしないんだろうなって思いましたね。5番が霊能を出したからもう偽なんでしょ。理論じゃねえなと思ったけど、5番なんか6番って多分一生そういう精査するんだろうなと思ったよ。5番がその霊能を出すときによってメリットっていうのは、1周目で霊能が2枚、まあ3枚出たらラッキーだよね村目線って。そうなったときってそこに対して精査を 2-2 だったときって落とす必要がないんですよ。それはメリットね。じゃあ6番が言うメリットっていうのは、1-3 とかのバッティングになったときに村がメリットありますよねって話なのね。じゃあ6番が5番に対してそのメリットデメリットの6番の主観だけ押し付けて偽ですっていうのは精査しないんだろうなと思ってから6番釣りたいなと思いました。精査しない人だから。なんだ強化人狼あるの。まあ盤面次第ですけど、以上です。8番強化人狼だな。まあ7番の言ってることはわかるよっていう感じかな。まあ、6番さん目線も対抗が出る前提の話をしているから、対抗が出てくることが分かっているのかなっ
ていうのは少し思ったかなっていう感じですかね。6番さんっていうのが、まあ何者かもわからないのに、6番さんの指令で5番さんの色を、言ってっていうのは、本当何目線で言ってるんだろうなっていうふうに若干思ったんで、まあ何目線で言ってるのかなって思いましたよね。はい。まあ、5番さんに印象付けるとしても別に印象付けれない太鼓が出てないんでわからないということしか言えないかな。別に一番最初に出てきたからって言って偽でも思わないし、霊能出そうとしたから偽でも思わないんで、まあそれは太鼓が出てきたから精査かなと思ってますよっていうぐらいの回答です。両方臭いねこれ。あ、9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます、霊能です。はい、よろしくお願いします。まあ5番が三種の把握、まあ5番目線で占い師やからじゃない？まあ6番はなんか考え方が違うんかな。でもそこで5番のことを偽目で見るっていうのはおかしいよ、6番。それは違うと思う。だからもしね、5番の対抗が出てきた場合、その対抗の発言を比べて精査してあげてほしい、6番が村やったら。だから7番が6番に対して抱いたのはマット。だから6番が村やって7番が人外やった場合、めちゃくちゃマットにさしてしまってるから、6番は村なんやったらそういう発言は1周目からしない方がいいと6番に対して思った。まあ8番に関しても2周目、まあちょっと2周発言聞くわ。1番のプレイヤーが発言します。はい、残念だなって思ってるけど、8番さん白なんだけど、なんで残念かって思ったのが、5番さん出てるじゃん。もしさ、6、7、8とか9とかね、占い師出たら、うち潜伏しようかなとか思ったの。人外同士でちょっとやり合ってくれないかなとか思ってたんだけど、出てこなかったからもう出るしかなかったんだけど、まあ、それが残念だなって。もうちょっと、なんて言うんだろう。一心だ。ちょっと疲れちゃった。ちょっと疲れちゃったけど頑張るわ。ね、8番さん白で、6番さんの印象的には5番さんが太鼓で出てて、人狼か狂人かは分かんないけど、5、6でやり合ってるのかどうなのか。うち目線は6番さんは印象はいいんだけど、すり寄ってきてるとも捉えられるから、6番さんは2周目もうちょっと発言聞かないといけないなって思ってるぐらい。2番のプレイヤーが発言します。はい、1の芯切っていいかなと思ってますけど、そうですね、6番っていうのは役は人外と思ってますけど、7番がそれを2周目の盤面も確認せずに6を釣りたいで、8番に対しても7の言葉を借りて6を怪しむって、6番さんが占いで言ったらあれですけどね、芯切りますけど、1番がその位置で潜伏しようか思ったって言ったけど、例えば6、7、8から占いが1人いて、そしたら2人占い仕様でグレーズリー盤面になるでしょ。グレーズリー盤面になった時に、まあ、霊能が2枚出らんかった時にグレーズリー盤面になるでしょ。そういう時って1番もグレーズリーの盤面に入るんだよ。1番がその疲れたっていうその発言量でグレーズリー盤面で1番が釣り地になって、そこから占い仕様してからどうすんのって思いましたけど、釣り地ヒットになるくない ?1 番って。新占いは絶対ないなと思ったけど。うん、6番が役は人外と思ってるからこそ7、8の意見が分かんないんですよね。まあ盤面固まってからじゃないですか。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします、村人陣営です。まあ占い師の精査だったら正直言って1番さんに新名がないかなと思ってます。まあ、まず1番さんの言ってることを理解しようと思ったんだけど、なんかちょっと理解できなかったね。なんか何が言いたいんだろうって思いましたね、最終的には。結論ね。うん、だからシーンは5番なのかなと思ってます。今のところ。で、まあ6番さんがね、やり玉に挙げられてるけど、6番さんはじゃあ2周目、この1番さんのさっきの発言を聞いてるわけだから、じゃあ一度この精査ってどうなったのかなと。俺は5番が今のところ新目に見えてんだけど、1番と5番の話を聞いてね。別に5番って霊能出てくれって1周目出てくれって別にそれ普通に言う言葉だから、それで偽っていう風には全く思わないから。それでも6番さん、かたくなに5番さんのことを偽って言うんだったら、もう視点が合わないから、今日6番釣りでいいと思ってます。ああ、3語あるな。1番さんが真の場合は、1番さんもうちょっと頑張って発言してほしいと思ってます。4番
のプレイヤーが発言します。はい、6番3例の足を把握しました。のまあ一応僕は今一番怪しんでるのはまあ2番3かな。まあ3番3もだいぶ怪しいんですけど、1番3芯切れる要素僕の中では全くないから、なんで2、3が一応、その発言だけで、芯を切れるのかが謎で、5番さんはまあ役職全部出てほしいって言った後、なんか村視点すっきりするからって言ってたけど、自分視点じゃないんだね、村視点って言うんだねっていうところがちょっと引っかかってたんだよね。で、まあ、7番さんは6番さんにもう釣るよって言ってたし、7番さんは今日グレーの中で一番釣らない位置だなとは思ってる。5番のプレイヤーが発言します。あ、4番言っとくよ。俺スムラ視点って言ったから、ね、スムラ視点、ね、じゃ仮に4番さんがね騎士だとしましょう。4番さんは騎士だとしましょうね。でもし7番とね1番とね2番とっていう残ってるところがね、あ1番対抗か、あ対抗陣が、ごめん。じゃ仮にね、じゃ3番と2番と7番、8番の色はまだ見てないから分かりません。ね、なおかつ2番と7番の色も見てないから分かりません。仮にだよ、ね、4番が騎士なのかもしれないって言って、騎士が出てきた場合、あともうグレーセッサで済むんですけど、分かります。だから私視点、1周目から霊能が出て、なおかつ騎士まで出てきてくれた方が楽なんです。はい。おとなしく噛まれてくださいと思ってますけどね。はい。なんか間違ってる？だって、俺、占い結果2回出したいもん。わかりますかね、4番さん。こういうことですよ。はい、6からいきますね。6いらない。6番のプレイヤーが発言します。俺5番さん人狼かなり硬いと思うよ。5番さんどこ狼追ってるの？俺はしっかり言えるよ。俺が5番さん人狼軸で言った時に、まず7番さんが6叩いてきた。で、2番さんも若干、2番さんは俺狼ないと思ってて、その理由って2番さんってもう1偽だって言ってるの、完全に1の占い位置に入るから、俺2番さんないと思うのよ。で、3番さんしっかりここは6釣りたいって言ったのが、もう3、5のラインがめっちゃある。だから1番さんは3占った方がいいよ。で、騎士絶対出てほしくなくて、なんでかっていうと、ここで騎士が、潜伏してるのに黒出したらめっちゃ新芽が上がるのね。だから黒すらないでいいと思って、5番さんは8に黒出せないと思うよ。8の騎士がある可能性あるから、俺はかなり5番さんここでグレーの狼一切追ってないとこは5番ローだと思ってる。騎士も出そうとしてるとこね。だから自分3号人狼の9強で追ってる。まあ結構自分ヘイト買って釣られそうだから俺から釣る可能性もあるけど、とりあえず9のローもあるんで9番さんから釣ってほしい。で、自分は騎士出なくて、1護衛してほしいかな、鉄板で。俺は1死んだと思うよ。1番さん騎士も出そうとしてないし、俺は心象良かったと思う。3号人狼だと思う。1番さん3占った方がいいよ。今日は9釣って色味をさせてほしい。現状は3号人狼の9強で追ってる。騎士は1護衛してほしい。7番あまりのさん、フォローありがとう。ひかりさん、ギフトありがとう。5番って発言ゲームをしないんで釣りますね。騎士を出さなかったら真、出したら偽、以上みたいな感じでしょ。要約すると、なんか長ったらしく100秒ぐらい喋ってたけど、5秒で終わりよ、そんな発言。6番釣ります。9真決めします。6が真だったらしょうがない。6番の中身を今後変えるために6偽決め打ちします。はい。あとはいいんじゃん、適当に占えば。6番に言っとくけど、例えばじゃあ8番が騎士で 5% 死んで1、3がローローだった時って、1が8に黒出したとして、3番に黒出したとして、そこがパンダ、両パンダ結果になった時って、騎士出たら相方の狼が騎士ですって言えばいいだけだからね。それでなんで、まあいいや、なんか言っても通じなさそう。まあ、振るわしいんじゃよ。まあ、占い結果、1本、2本見てって。頑張ってきゃいいんじゃないですか、村が。6番、2席目打ちます。8番のプレイヤーが発言します。
まあ今の7の6叩きはちょっと曲解してるかなというふうには思ってはいるんだけれども、6の5の取った要素っていうのは割と良かったなというふうには思ってますよ。5番っていうのは4番さんへの回答に終始をしていて、グレー精査っていうのを全くしていなかったから、5の新芽ってかなり落ちたなというふうに思っていましたから、だから6の5に対する言及は良かったと思う。まあ確かに騎士を出そうとしたから2世、1は騎士を出さなかったから、出さなかったから真っていう論は全くわからなかったけどね。だから7は6の発言を汲み取ろうというふうなことをしていない人物なんだなというふうに思った。それで、9の決め打ちっていうのは安易なんじゃないかなっていうのは若干思ったかな。で、2番も気になってるところがあって、2番っていうのがなんか6番は役か格人外だっていうふうなことを言って、そこを精査して叩いている7、8がおかしいみたいなことを言ったけど、7は確かに6を釣り押した、そこで釣り押したがおかしいって言ったけど、私は別に6を釣り押してはないんだよね。おかしいよねっていう発言を残しただけであって、ユーザーさんフォローありがとう。一応含みは持たせていたのよ。役かもしれないなというふうに思ったからね。だから思考的には2番さんと似てるにかかわらず、7、8を一緒くたにして、たところが怪しく思えたっていう感じかな。まあ2周目の5の新芽がちょっと落ちてしまったんで、かといって1の新芽があるわけじゃないんで、悪い意味で1、5がフラットっていう感じですかね。霊能はまあ9の発言を聞いてどっちかに入れます。9番のプレイヤーが発言します。はい、もういいでしょう。6番真なんよね。俺6番の霊能を透けてたんよ、正直ね。だから俺が霊能って言って、で次の2周目の俺の番が来るまで人外を出ささんとこうと思ったんよ。もう6番絶対偽って言われるから、多分あの感じやったら6番、霊能助とってめっちゃ不寛やったもん、6番。だから守ったろうと思ったわ、正直。6、真なんよ、これでも。ああ、これ7、強か。7番、ごめんね、無駄にさせて。6番、真なんよ。強か。7、決め打ち納得だわ。多分なぁ。けど、いや、わからんで。なんか1番、偽って言われてるけど、1番のやろうとしてたことって、汲み取れば、汲み取れるけどな、正直。だって潜伏して、いや、で偽占い同士で殴り合うのを見たかったっていうことやろ。ということはそこで言うたら、まあグレーつって1番ってまたさらにグレー幅が狭まって占えるわけやんか。ほんじゃ決め打ちになって人外同士で釣るやんか。で1目線の1人外が釣れるんよ、 PP ないんよ。そういうことやろ。1番その組み取りってできんかったん、2番3番って安易に偽って言ってるけど、1番のやろうとしてる1目線でどういう動きをしようかっていう組み取りはできたはずや。釣られるんやろな、これ。それだけ言っときますね。現状、まあ、そこで言った2番が気になるけどな。いやー、どうやろ。これも1かませるための。ごめん、うちそこまで9番さんが言うところまでは考えてなかったんだけど、ただ単に人外同士でやり合ってやってくんないかなって思って、その時にうちが出るタイミングってうちの白崎が釣り位置に上がったり、自分が釣り位置に上がったら出ようかなって思ってたぐらい、そんな深く考えてなかった。うん、ごめんやけどそこまで深く考えてないから、2番さんのツッコミは別にうちは違和感覚えてないかな。でもし3番さんで囲われてるとしたら、2番さんと同意してうちのこと叩いてくるとは思ってないんだよね。だからもし5番さんがローだったとしても3番さんは囲われてないんじゃないかなって現状思ってるから、4か7どっちかから行きたくって、9番さんがもし人狼だった時にスライドする意味がないと思うんだよね。6番さんの新芽がないないって言われてる中で、9番さんが6番さんの新芽を上げに行く狼には見えてないので、マックス強でもないと思うんだよね。だから6、7どっちかつって釣れなかったところ占いたいなぐらいしか思ってないんだよね。3番さんで囲われたって現状あまり思ってないから、そんな感じかな。そんな感じです。まあ霊能が5日隠してるからこそ懸念しないといけないのって、
じゃあ例えば4番さん釣りましたってなった時に4番さんに入れてるところが白い、4なんか釣らんで7でいいよ、ここはライン切りしないでしょうみたいなやつはちょっとやめてほしいなぐらいしか思ってないかな。4ならどっちかから行きたいで、7でいいって、盤面的に5、4はない。いやだからなんで今更進行路語ってんの。9番さん言うけど俺は1番のやりたいことは分かるよ分かるけど、1番ってあの発言量だよ、疲れた疲れた言って、あの発言量だからこそグレーズになった時って1番がでしょ、1番が釣り位置に入った時1番出るでしょ、そしたら占いにいた狼しか見えないから。分からんかなこれ、あの騎士出ないっすか、炙り出しとかじゃなくて騎士出ないんすか、占われたらどうするんすか。うわぁ、ごめんな、さん最悪やな、これ1号や絶対してくれよ。1番さんの相方として4、7はないかと思ってますけど、1番さんが狼やった時ってね、1番さんが強人やった時って4、7どっちも狼好きには入ると思ってる、1番さんが狼やった時って4、7どっちかから騎士が出てない、あの状況で4、7から騎士が出た時って相方をすることになるから、どうすかね。9番さんのすらがほっとけるかほっとけんかの勝負と思ってますけど、結構9番さんの俺への、質問っておかしくない？俺ちゃんと説明したよね、1周目。1番さんってその発言量で釣り位置にも入るのに、それをグレーズリ、あ、違う、人外同士を叩き合わせるならグレーズリに入るから、1番さんってその発言量疲れたとか言って頑張る気力もなくて、1番さんってその行動は死に占いとしてありえんくないって言ったんだよ。1号どうすかね、1号に関しては占い値とか見て精査すればいいと思ってますけど、ごめんなさい、8番さんごめんね。どこ釣りだ、もうこれ黒いとこ多いな。2番かな、結局2番さんは釣り値上げられなかったね。2番さんどこ釣りたかったの、結局なんか濁して自分の発言を言って終わったちゃった感じしたけど、俺は今の2番発言聞く前は9番でいいかなと思ったんだよね。霊能を確定させることってあんまり強くないと思っていて、占いを確定させることは強いと思うんだ。そしたらそいつをまあ1日は取っといていいと思っているし、ただ霊能確定ってあんま強くないと思ってるから、そこで今日釣り位置から逃れるっていう選択肢を9番に取るのはおかしいと思ってる。1番さん7占いそうだから、だから俺9番でいいかなと思ったんだけど、2番さん結局なんか釣り位置最終的に上げられなかったっていうところが1枚引っ張った。なんで上げられなかったんだろうって思った。だってさ、2番さん目線でじゃあ4と7が1の相方はないって言って一応偽軸で置いて、そうなった場合って俺か9しかないくない？7番もか、俺か7か9しかなくない？そしたらその中から2つランテージするか1本釣りするか、釣り位置は言えたと思うかな。はい、なので2でいいと思うんだけどね。違うのかな、ごめん、でも俺も2の黒要素っていうよりは釣り位置上げられなかったから、なんか仲間が見えてるから上げにくいのかなと思っちゃったかな。いやー、はい、今日7でいいけど、ごめん、2番さん俺は今日行かせてもらいますね。全プレイヤーの発言が終了。7釣れんかな。簡単に結論を急ぐ。7強化に行くか。その疑いにはどんな根拠がある。けど7占いされたら困るんよな。かに行くか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番の遺言を発表してください。どうだろうこれ、黒い人多いな、これ不老信者の村か。おもろいっすね、3番さん、おもろいっすね。俺の黒さをあげれずに俺を釣るんすか、どういうこと。じゃあ3番さんの視点で1号のどっちが偽だ。7強やろね、ありがとう。7強やろね、やっぱ。はあ、白しか出ないですけどね。8番1号へ頼むで。まあいいや、見ときますよ。ほぼほぼ 100% 負けると思ってるけどね、村が。で1は7占いするなよ。はい、
頑張ってね。3占いだよ。人狼に気をつけ。1は3占い。8は1超え。8は1超え、1は3占い。7とか絶対占うな。絶対7とか占いするなよ。昨夜追放された。ああ、白か。やっぱ戦うよな、オオカミで1は。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。おいおいおい、1番ちょっと待って待って、1番何してんの。まさかの接続、これきつない。嘘やろ、俺3番いったら絶対3くらいやなと思って。釣り押し理由があのおかしいわ。3番え、きつない、これマジで。ちょっと1番戻ってきてほしいな。これ何してんの。おい1番、どこどこ。はい、結果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 、1番結果。ああ、もう何してんだよ。3占えろ。何してんだろ。ごめんな、2番。2番のあの発言聞いて、ああ、そうか、2番のか、まあそうやなと思ったから、納得したから俺3番行ったよ。いや、知ってるよ。多分3番占えよ、1番。8番噛まれた、あと1番噛まれるだけやんけ。俺5番行くから。3番がどすぐらい。マジで。多分なぁ、3五郎4強人とかじゃない、おそらく。7強やろ。ほんま9番行きたかったやろ、3番って。9番行きたかったけど、2番の発言の要素の薄い状態で2番やねん。2番なんやろ。じゃあほんま9番行きたかった、9番の理由言ってみて。3番それ聞かしてよ。まあ5番の発言も聞くよ。1番の1番のプレイヤーが発言します。うん、うち9番さんが言うように3番さんは別にうち怪しく思ってないんだよね。ね、3番さんが2番さん怪しむ視点はうちなんか一緒やなと思った。2番さん釣り位置ってか、あの釣り位置外してたんだけど、2番さんの発言ってうちを老基塾で置いた時に47に釣り位置上げてるから47じゃないってなった時って、2番さん目線ってもう9番さんしかなくないですか。ゴルゴンさんゲストありがとう。それを言えてなかったから2番怪しいなって思ったんだよね。うち狂人を嫌った時にそれを言わないのはわかるんだけど、うちを人狼で置いた時に47がないかなっていう精査になるんだったら、5番さんが真になって3番さん白になるわけでしょ、2番さん目線で。で8番さんっていうのが騎士なんだから、もう9番しかなくない。なんでそれが言えんかったんだろうって思ったから、それを突っ込んでた3番さんっていうのはうちはそんな黒く見えなくって占い位置じゃなかった。まあ、占い師じゃなかったのはそのうちがさ、1日目に言っとった理由もあるけどね。で7番さん占った理由は霊能が近くしてる6番さんが7番さん投票してるから、あの盤面って絶対6番さん守られる盤面だったし、6番さんの視点をすっきりさせたかったから7番さん占って7番さん白でした。今の9番さんの3叩きはおかしいと思う。うちもだって2番さんの発言聞いたら2番さん怪しいなって思ったもん。でも2番さん結果白なんでしょ。3番さんはうち占う気はなかったからな。発言聞くけど、なんで3が白いって思うんやろ。これ占い師に情報一番落としたの俺だけどね。9番さんにアンサーすると、昨日も言ったけど霊能を確定させたから、あ、功績があるからもう釣りじゃないねっていう思考は俺はないと思ったから9番さん釣ろうかなと思ったの。別に黒要素っていうよりはあなたをそれで村置きする必要もないと思ってるし、昨日釣れなかったらなんか一生釣れないんじゃないかなっていう位置でしょ。それだからあなたの色を見ればいいんじゃないと思ったな、6番がね。それを狼行動としてやってて狼だった場合って狼って相当きつくない。ただ昨日丹羽さんがあそこまで精査を
2番の中で詰めれてるにもかかわらず、一応最終的に1本も上げられないのはおかしいと思ったから2番さんに行くって言ったんだけど、変な話、そんなこと言ったらこんなの考察ゲームで、まあ半分当て感みたいな感じでやるわけじゃないですか。こいつの黒要素っていうよりは、そういう発言の中で言えてる言えない、言えてない、おかしいおかしくないで決めてるから、黒が分かんないと釣っちゃいけないっていう理由じゃないから9番さんっていうところですね。はい、占いどうだろうな。1番さんが俺のこと村おけしてくれるのはありがたいんだが、それは昨日5番さんがなんか1番さんに対しての発言でなんか1番さんを含めたところがあったじゃないですか。そこも若干気になったんだよね。5番、そこだけは気になった、言い間違えたところが。ちょっと消えます。占い。4番のプレイヤーが発言します。まあ、5番さんの発言を聞いて、まあ、最終決定はしたいと思いますが、まあ、昨日の時点で僕も3番さんと全く同じ意見を持ってて、まあ、9番さんが霊能一角、霊能の一角のどこが強いのかなとは思ってました。で、3番さんが、まあ、確かに2番さんだけに突っかかっててちょっと怪しい動きはしてたんですけど、その時に、まあ、4と7も、まあ、グレー位置なのにそこには全く触れなかったから、ワンチャン3、7あるんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ今日7番が白角なんで、まあ5番さんが強靭で3番さんに、まあ、白を打ってない限りは3、7はない。でそうすると1番さんが真なんだよね。だから1番さんの発言で昨日ね、6、7で釣ろうとしてたんだよね。まあ、一番さん目線で、まあ、ちょっとその発言がね、どう捉えるかなんだけど、単なる言い間違いかどうか。9番さんがスライドして、スムラになった状態なのに、6、7で最初行こうとしてて、まあ、結局、7、4って言ってたのかな、最終的には。そこなんだよな。で、5番さんは初日の発言では、まあ、確かに、まあ、6番さんが叩いてたから、まあ、村地点、まあ、1番さんの方がっていう話になってたかもしれないけど、現状ではもう正直わからん。まあ、ただ3番さんがな、あんまり村とは思えない。3か9だったら9の方が怪しいからな。5番のプレイヤーが発言します。仕事させてやる。4、9、7、はい、好きな方選ばさせてやるよ、はい、ね。で仮にね、この1番が3番に黒を出すのか他に黒を出すのか分かりませんが、はいね、はい、もう6番の、ね、一角霊能に偽だと思われてるんで精査残しませんね、はい、4級の7、はい、好きな方向、はい、7の白と3の白を保持してるんで、はいね、なおかつ2番白なんでしょう。だから8番の騎士が噛まれてるんで、はい、4級、はい、好きな方、はい、6番票やるよ。分かる。6番のね、釣りたいで、9番が陣外でやってるのか、4番が陣外なのか、ね、わかりませんが、ね、6番、好きな方を釣らしてあげるよ。はい、俺、3と7の白を保持してるんだよ。ね、1番なんか視点透けしてんじゃんか。はい。6番のプレイヤーが発言。まあまあちょっと待って、聞いてよ。まあ9番さんは大根を入れるって言ってるからいいけど、4番さんわからないなら5を入れてね。もう4番さんがちょっと考察できないならちょっと5に入れて、多分7強でしょう。1番さんね、自分が5をかなり叩いたじゃん。これから情報を見ないと。だから5番がローの時って6が5を叩いてるから6を釣りたいのよ、5の相方がね。そこで釣りをしたとこって7と3ね。7番さんがそういう思考ロックなら6番釣るよって、7番強靭で5のローが見えてるから5、6見えないでしょ。だから7が6を釣りをしてる。3番さん最終発言で、それならもう6釣るってもう3、5って見えたじゃん。だから1番さん3占ってって言ったじゃん。その6、9番さんが3占いしないのって言ったの、やっぱ9は多分村だと思うよ、俺は。で、ちょっと5、4には見えない。5が4番に返事返してるとこが5、4には見えないから、もう3、5だと思うよ。で、4番さん分からなかったら5行って、多分7が強靭だから1行くでしょう。
あの7番の強靭要素って22陣形で9決め打ちって言ってたじゃん。22陣形で決め打ちって言ってる時点でもう7強でしょ、あれ。進路進路見えてるから。だから7占いだけはなかったら今日はごつりね。7番のプレイヤーが発言します。じゃあ5番釣って3番釣ります。6番が絶対です。全プレイヤーの発言が終了しました。何言ってんだよ、俺を悪者扱いすんな。投票が終了しました。いやー、これ三が狼じゃなかったら勝てんね。の遺言を発表してください。おい、6番俺の色見てびっくりすんだよ。真の占い師つってんだからな。真の占い師つってんだからな、ね、1日目の1週目の2番手で、ね、グレーセスを落とすのめんどくさいからね、ちゃんと1周目から霊能出てきてください。はい、ね、騎士も出てきてくれた方が私目線すっきりします。で、仮にね、8番が騎士で、ね、俺が無駄占いした瞬間めんどくさいんですよ、わかります。で、仮に1番が強靭だった場合、9番がスタすることによって7番が9番のことを信用して、6番のことを釣りをしているから7番の狼目があるかと思って7番を占って7番しろ、はい、わかります。7級ロールの可能性があるから7番を占って7番しろ、はい、これが占い理由ですね。はい。で、なおかつ、ね、2番の白ホジでしょ？ね。で、8番が噛まれてるんでしょ？はい。はい。無理です。はい。6番のせいで村負けますね。はい。はい。以上です。いや、これさすがに死んねえと思うけど、これで死んだったらやべえけどな。まあ一の進歩さもあんまなかったけど、嘘やろこれ、嘘やろ、嘘やろ。昨夜は1名の方がいました。1番、3番。あー、次かよ。一神っすか。6番さん、結果お願いします。5番さんの。ご城で一神だったら、心境ってことか。心境ですよね。はい。僕目線で、そしたら、もう94しかないんで、94なんで勝ちなんですけど。はい。どっちからでもいいんですけど。てか、地神はないよね、さすがに。一地神の狼一潜伏はないよね、さすがに。それやるメリットはないよな。地神潜伏。これ、7村なの？地狼潜伏。プク人一番とラインがつながってないよな。それはだって昨日全員5番に入れてるよな。9番だけ1番に入れてんだ。9番だけ1番に入れてる。いや、わかんないけど、9番が1番、地神線でよって、あら、一地神の9番身内切りの、9番身内切り投票の91ロローとか、いや、でもどうだろう。まあ、心境でオンだったらもう、だからどっちにしても9番から通してですね。老地神を追うんでも、心境でも9番は黒だ。4番のプレイヤーが発言します。まあ3番さんは5番さんから白を打たれてるんだよね。で、5番さん散って1番さんが噛まれてるってことは、3番さんが1番さんを噛んだ線も全然あるんだよね。で、まあ9番さん目線だと、
もう7番白、6番白で、まあ、5番さんが死んだとしたら、僕と1が黒になるんだよね。まあ僕目線だともう、まあ1番さんが偽で、まあ偽だと分からずに噛んでしまった狼っていう線。だから、まあ5さんは村で、まあ1、狂人で9の相方になる。いや、それはないのか。っていうことは、まあ、1級ではやらないから、3級もないのか。まあ、まあ、とりあえず6、7は村でしょ？で、まあ5が死んだとしたら、もう9、1でしかないんだよね。はい。そうなると1が地神したってことになるんだよね。そんなことするか？そりゃ無理だよな。どう3ラインフェクト普通に考えると1番さんが死んで、まあ、ただ3番さんがおかしかったかと言われたらな。6番のプレイヤーが発言します。何これ、5番さん狼じゃねえんか。7番さんが狂人にしか見えなかったけどね。霊の決め打ちも発言も。いやー、これそうなる。七神教なら9のローンも出てくるんだよな。いやー、もうちょっと俺3番かな、やっぱ。サイクロアグレージャー。5が3囲ってるから、もう3は6残せなかったとちょっと見えるな。3だな、俺は3行く。7番のプレイヤーが発言します。5番にごめんねを言うね。せーの、ごめんなさい。なんか別に死んねえのが考察してないから、ダーツでよくね、ダーツで。好きな数字くるくるくるって回して、スパッって止まったところ釣ればよくね。だって6番って5番が狼じゃなかったのに、その点を反省しないでそこから考察、色が見えてる人物なのにそこから思考転換しないんだからもういいでしょ、別に。3番が黒軸だった時の1号心境でどう見えるか言ってくれればさ、俺もそれで、ああ、そうなんだなと思ってそこに投票しようかな。黒ノブさん、ギフトありがとう。3番の単体クレオスだったときって、9番っていうスライドしてる人物がいるから、あるとしたら1号神教の3級ローローとかだよ。あんまなくね。1号神郎の3番黒だったときでも、9番っていう村スラをしている人物をわざわざ釣らないで、グレーで釣りが届かなさそうな2番をわざわざ釣ってる人物だから、3番黒ってあんまないと思ってるけど、まあ6番が3黒釣るから3釣っていいんじゃないですか。俺は9番から釣るのがベター、あ、違うな、4番から釣るのがベターだと思ってるけど、3番釣ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、いや、1番に行った理由は、5番が、ね、めちゃくちゃ、もうなんか怒ってて、騎士とか、スラとか、もうなんか、もうええや、みたいな感じが、まずそれ言ってんと、1番が、なんか俺2番のな、発言聞いてて、2番ほんまに別におかしくなかったよ。だから、あ、2番村やろな、と思ったから、2番に行かんかったよな、俺。3番が、釣り位置を上げなかったから、2番、いや、2番の発言聞いてたら、9番をどう扱うか、どうするべきかってめちゃくちゃ悩んでたよね、2番って。わかる？9番がそもそも人外やったら9番釣ろうって言うし。だから、3番の2番が釣り位置上げへんかったからって、たったそれだけの理由で2番を釣り落ちたのがめちゃめちゃ臭いなと思って、めちゃめちゃ黒いなと思って、俺は3番投票。俺、どっちみち3番人外と思ってるんで、3番いきますね。それを1番が2番に対して、いや、2番おかしかったって言ってるか、俺は引っかかったよ、ね。あと5番の行動と。遠かったね。それで1番に入れちゃいました。まあ、行動考察しちゃいましたね。
これ狂人初日囲ってたんかな。プレイヤーの発言が終了。私が悪人ですって。7級あんのかな。7を隠しろか。34やろな現状。34かな。これ俺噛んでくれもう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表して。まあ9番狼か。狂人の狼逃げか。9番狼だったら PP なんで負けです。今日俺行くんじゃなくて7番さんが言ってた通り9番行くのがベターじゃねえと思ったけど。あ、4番行くって言ったのか。いや俺は9番だと思ったよ。だってさ、ゴーリアキョウあんのかな。新郎地神盤面追わないんだったら新郷盤面になるじゃん。で新郷盤面になった場合って9番が6番の霊能を初日に確定させる行動って村式に追われるから9番って生き残るじゃん。そしたら9番釣り地に入んなくて占われ地にも入んないから最後まで残るじゃんっていう考察なんだけどね。だから俺今日9番から落とせば9、4が狼だったとしても9番釣って4番釣れば終わると思ってるし、9番と1番が、1番が地神した線を追った場合って9番が投票が1番に入れてるし、9番の初日の行動もあったから9番に入れたら黒落ちると思ったから9番行ってくれつったんだけど、はい、負けました。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ9、6で、狂人いるか見てんのかな。昨夜追放された者は人狼でした。やっぱサンクロだよな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、9番のプレイヤーが発言します。あ、6さんギフトありがとう。よっしゃ仕事したぞ。4番4番仕事したぞ。仕事したぞ4番。感謝してくれ。いやーよかった。多分の41やろこれ。41ローやと思ってるよ俺。俺が1番に入れたんはかまんといてなってみな。で俺が3番に入れたんは狂人やピー。俺が狂人やから分かってくれるやろうと思って。で、俺が2番に誘導したんよ。で、俺は、まあ、俺は作った理由で、2番は黒くなかったけどな、だから3番に行きましたって理由付けね。仕事したからね、4番、感謝してる。4番めちゃめちゃ黒かったからどうしようかな、思ったわ。自投票。4番のプレイヤーが発言します。なるほどね。で、6番さんは3番さんの色、まあ黒なんだろうね、きっと。まあ5番さんが狂人で3番さんに黒打ってんだよね。で、相方が9。まあ確かに、まあ最終場面の表で、まあ9番さんに、まあ入れてるしね、3番さんは。9番さんが狂人。まあ、とりあえず僕は狼じゃないんで9番さんなんで、まあ、9番さんがもがいてるんですけど、まあ、3番さん9番さんラインをぶった切ってきて、まあ、あからさまに最終日の票、9番さんと3番さんやり合ってたから身内切りだったんでしょうね。まあ1番さんに入れようとして6番のプレイヤーが発言します。なるほどね。あの三四人狼の5リアキョウか。まあ5が3にしろって9が霊能で出る必要ないよな。今日4行くね。9番村じゃねんかよ。リアキョウか5。まあ4入れるわ。全プレイヤーの発言。その疑いにはどんな根拠があるのか。
え？旧狼とかある？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲームの、ああよかった、村人陣営の勝利です。ああ、びっくりした、リア長いるんかと思ったわ。あの須村です。4万さん6万さんかんでよ、俺の色見しちゃまずいくね。なんや5番さっきの5番はあれはなんか行動精査してもた。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。買ったね、誰か。あなたの役職は村人です。夜が更けました。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。あ、わしか。占い師一城です。把握よろしくお願いします。そうだな、あれなんだったっけ、霊能師については1周目で出てきてほしいと思っています。そんな感じ。霊能の新2枚出た時の審議はつけれないと思っているから、基本釣りでいきたいと思います。そんな感じ、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。6番三四郎、把握お願いいたします。対抗9番に関しては狼かなというふうに思っていて、1番手で出るってことは少なからず夜の会話でシナリオを決め込んでいた人物だから、おそらく狼かなと思っていて、強靭だった場合は盤面を見計らってから、狼率として働いた方がよほどね、強靭率として働くかなというふうに思っているが、対抗9番に関しては狼かな。なんで逃げ切り率としてはかなり、プレイヤースキルの高い人間ないしは、白老一になりかけているような存在かなというふうに思っています。これ俺に勝てないかな。役に関しては今対抗9番が出ていますので、基本的に霊能も騎士も潜伏でお願いいたします。理由に関しては狼戦略を狭めるためです。はい、基本的に村の雰囲気を感じ取って霊能を潜伏するのであれば、ちゃんと戦略性を持って動いてもらいたいと思っていますね。騎士に関しても正直ね、潜伏決め込んでほしい。どちらかといえば霊能出ていいとしても騎士は絶対潜伏決め込んでほしいかなと思ってる。かな。基本的に俺は狼戦略を狭める思考なので、役占う気ないんで、はい、役占うほどセンスはないわけじゃないんで、はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。まあ9番1番の確定的な審議についてはつけれないと思っているけど、まあ、9番で若干気になったのは、9番視点で霊能の審議はつけれないから釣り切りって、別に9番視点で霊能の精査したらつくときはつくと思ってるから、あんまり9番が精査役がない人やなって思った。1番に関しては1番が9番狼で置く視点はまあわかるかなと思ったけど、相方に対してスキルが高い人が残ってるって言ってるけど、それは要素でも何でもないかなと思ったし、一番がじゃあ狼戦略を狭めるために騎士が潜伏するってなったら、狼視点って盤面が詰まりきってる方が辛いと思ってるから、一番が狼戦略を狭めるためってなったら、騎士も出して盤面詰め切った方が狼って辛くないって思ったから、一番がその狼戦略どうこうに関して言うんだったら、騎士で出した方が強くないかって、一番視点ね、占い視点だったらって思いました。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、一周目よろしくお願いします。僕が真の占い師です。ランダムで8番三四郎、8番三四郎把握お願いします。対抗の9番1番なんですけど、あー、まあ多分おそらく急遽一郎なんじゃないかなと思ってますね。まあ9番、まあ今のところね、わかんないけど、正直色はわかんないけど、まあ予想として俺が立てたのは、9番が一番に白を打ち、一番がこいつ強人だって分かってて、新占い師が出てくるから分かってるから、俺がね。だから一番が占い出て、六白打ったんじゃないかなと思ってますけど、まあ一番六番のあれは分かんないし、まあ二番の話聞いてても、まあ、例えば一が狼軸で、二番どうなのかなって聞いてたけど、ちょっと分かんないです、正直。はい。まあ、もしスライドがあればまた違うんだろうけど、この頭でポンポンって出てきたから、まあ今のところ急遽一郎で見てます。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。急遽一郎、はい、三四郎で固定してるんだったら俺は1番から処刑入れます。はい、理由としては3番と同意だが、9番が1番に打っていて1番の位置やったら俺は潜伏しますね。
だって3番が仮に狼になった時に情報釣りという観点で3番が釣られる考察って結構出てくると思うんですね。この後後方位置あるいは2周目位置で色を見るために3番を釣ろうよっていう議論が絶対になると思うから、3番が真かなって俺は思っています。はい、俺は1番の位置だったら潜るからね。まあ、それは戦略性云々観点の違いではあるけど、1番が仮に真だった場合9番から撃たれていて次出てきたら確定狼が出るわけだから、9番の位置で出たときに確定狼が分かりそこからのライン精査ができやすいんかなって俺は思うから、1番を処刑したいなって俺は思ってます、今のところ。まあ3番が1番2番の関係性がどうかっていうのは俺にはまだ分からないですね。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、特にしようないです。俺も1番にすると思うし、俺もその位置だと絶対潜伏してるけどね。まあ、3番にしてもそうだけど、で3番の位置でも潜伏してればって思うんだよな。だからその状況さ、まあ、9番が1番に白打っている、で3番がそのまま潜伏してればもし45678とかに強人がいた場合霊能とかに出にくくなると思うし、まあ、全人会とか作りやすいと思うんだよね。まあ3番も別にそんな8番白持ってんなら出なくてよくないって思うんだけど、1番にもしっかり、1番がその位置で、まあなんか1番視点狼戦略がどうこうって言うんだったら、それって多分村の戦略として1個狭まったと思うけどね、1番さんが今出ることによって。うん、って思いますけどね、その理由は4番さんと同意ですね。まあそのぐらいで思ってます。だからまあ4番の考察は、まあ俺3番シーンとは見てないけど、1番に対しての視点はいいのかなと思いました。6番のプレイヤーが発言します。まあ潜伏どうのは、まあ、出たからいいんじゃないって思ってるけどね。触れる要素はそこじゃないと思ってるし、4が言った3のね、要素というのはいいなと思って、でも3ローだった場合ってめちゃくちゃなんか強気だなと思うし、3強だった場合も強気だなとしか思わんから。だから3がその盤面上というか3のムーブ的に3が真っぽいっていうのはすごい伝わってくるなと思ったよ。うん。かな。だけど、まあでも、潜伏堂の方もいいと思ってるし、なんか、わからん。もうなんかいろいろ言ってたんだろうけど、なんか潜伏がみたいな。しか頭に残ってないわ。ただ3番が、なんか、人外があったらすごい強気だなと思うから、まあ、真っぽいなと思ってるよ。うん。まあそんな感じですね。7番のプレイヤーが発言します。現状6番が1番村っぽいかなって思ったのと、4番5番に関しては1番のその何だ潜伏がしないからっていう理由だけは不当かなって思いました。で5番に対しても3番が潜伏、それってもう1番と3番が潜伏しないを選んでるんだから、それどうこう言ってもしょうがないと思ってるから、それだけで2席目打つのは早いと思ってます。だから2周目聞いてからでいいと思ってます。はい、で1番にちょっと思ってたのは、1番と2番が9番が狼っぽいっていう要素だけが私は微妙だと思ってたから、占い師としては3番の方が思考軸として良かったと思っているが、4番5番のように1番と3番が潜伏、4番は言ってないけど潜伏しなかったからどうこうとかいうのは私はなってないと思ったんで、6番の印象が良かったかなって思ってるぐらいです。バイバイ。8番のプレイヤーが発言します。現状9ロー1強3進かなと思ってる。その理由は、あの1番さんって白もらって出てる理由ってもう多分9が真の時に1個無駄占いになって、あのご主人出なくていいよっていう、もういきなり出たんだと俺思うんだよね。だからあの4番さんが言うように、俺は無駄利がないと思うの。その位置で潜伏してない時点で2周目で3周に出たら真だったらめっちゃ真目高いから、それをやってない時点で自分1偽だと思うから、今日1真切りで1釣りっていいと思ってて、いやグレーがちょっともうわかんないんだよね。どうしても4番さんが真っ当なこと言ってるから、4が白いぐらいしかちょっとわかんない。あと2番さんがちょっと騎士出そうとしてるのが2が黒いから、現状2級人狼1強かなと思ってる。9番のプレイヤーが発言します。2級人狼。
それで、あれは出ないの、例の。私、役すらです。役すら。ん？ね。なんで例の？あ、オッケーオッケー。じゃあ、片白狂人もあるよね。ん？で、一が私をローに見た視点っていうのは、私をかませないムーブかもしれない。で、一服さんを白く見るのは、一日目だけって決めたので、一服さんの話をちゃんと聞きたいかなと思ってます。はい、以上。はい、騎士でーす。何してんだこれ。イラが発言します。あーイラねー、マジで。これで騎士噛まれて、霊能噛まれて、霊能結果に一回しか見れないでしょ。キューバもし出るくらいだったらギドラで出てくんないかな。3番が狼かもしれないってなってくると9番の取り扱いが難しくなるから、ね、この状況下4番も5番も、8番も、俺に対し芯がないっていう出方だけで、うん、俺感想するのも怒るからな、負けた4番5番俺の神経はしてけ、俺釣りからしてで俺資料結果出るから3番まで何かけてそれでグレッシュさせて、多分俺の村目線の中で俺の芯がないんでしょ、俺の出方だけで、だから俺釣りでいいからその後3番俺の神経はしてほしいわ、多分無理だと思うわ、だって人外線が俺して多いんだもん、4番も5番も同意に俺のことに対して出方だからって言ってんでしょ、で2番に関しては戦略を狭めるって言ってんの、俺って基本的に騎士も潜伏決めることによって霊能も潜伏決めることによって霊能結果を2回見させるっていうデメリット、あとメリットが騎士が潜伏を騎士が出ちゃった場合は霊能は噛まれてしまうからね、だから言い回しが伝わっていないし4番5番は出方だけで、俺のことを死んで切ってんでしょ、で片白も俺のシーン切ってんでしょ、だから俺から釣ってで3番を釣ってほしいからでグレランの戦いにしてほしいかなって思ってんだけど、俺精査できないですね基本的に、ただなんか強く俺のことをシーンナイツシーン釣りシーンキャーシーンシーンなしだっけ、シーン切りか、新切りって言ってるあたりがまあ3、8の初日かなって思っちゃってるけど、4番、5番も薄くなってるから俺視点は精査できません。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ1番が偽っぽいなと思ったことは、1番が仮に4番、5番、8番とかが1番に対して布団を殴っているが、1番視点別に1番を今日釣る必要はないから。一番視点2周目の考察ないしは2日目以降一番が生き残っていた場合に移動結果なんなりで絶対に4番5番8番が群れ合った時って一番に対する再生差が行われるから一番視点今日自分釣りを飲むことは一番の新主張になってないし一番が占い主張するんだったら例結果2ついらんやろって割り思うんやけど、だって一番で占えるんでしょ、占い結果残せばいいやんって話やから、一番のその狼戦略を狭める、占い結果を察知落とせるようになるからっていうのがあんまり一番が占い能力を持っている人の発言に聞こえないなって思いましたかな。8番の2番叩きめちゃめちゃ不当ですよ。2番が騎士を出したいって言ってるんじゃなくて1番視点狼戦略を狭めたいっていうんだったら騎士も出して盤面詰まった方が狼って苦しいから1番が占い視点で狼戦略を狭めたいんだったら騎士出したらって言ってるだけやから、8番が2番に対して2番が騎士出そうとしてるのが黒いっていうのはめちゃめちゃ暴論やから8番おかしいなって思いましたかな。まあ4番5番に関しては1番が死んやった時に4番5番って1番が死ぬ議論をしてしまっているからそれって1番のクローズが何でもないと思ってるから、4番5番に関しては1周目はその議論をしていいと思ってるけど1周目以降もその精査を1番にかけるんだったら1番の神経でも4番5番釣りはあるかなと思ってました。4番5番が言ってる論って1番の精査になっていないからかな。まあ再精査しますね。以上。3番のプレイヤーが発言します。発言します。はい、2周目よろしくお願いします。ちょっと1番が狼軸で追ってた場合って、まあ俺目線だと2、4、5、6なんだけど、2番が1番の叩きって抜刀すぎて、ちょっとなんかただのライン切りしてるようにあんまり見えないんだよね。かなり1番のヒットポイント削ってるから、2、1ローローだったらあんまり見えないかなって今思っちゃったな。1が強靭だった場合って6はあるのかなと思ってて、6目線で 3CO の段階で3が死んだっていう、まあ、思ってくれるのは嬉しいんだけど、ちょっとその要素がなんか薄いなと思ってたから、まあ6番でいいのかなって思ってますけどね。
占い師ね。まあ、ただそれを明言しちゃうと噛まれちゃう可能性もあるから、まあ6番か、まあ4号の話も聞いて、だけどちょっとなんか1番は釣りたくないなと思って、あ、じゃあ2番ね。 POG さん、うん、フォローありがとう。まあ、4番さんも俺のことを信じておいてくれたけど、だから西洋盤面で今この状況になった段階での、まあ、占い精査をつけてほしいかなと思ってますね。あんまりつけすぎなくていいけど、多分9番7番超えだから、だからまあ1番が強靭だった場合って俺噛まれちゃう可能性があるから、9番は一応護衛の位置はちょっと考えてほしいかなと思ってますね。はい、かなちょっとな、わかんないな。まあちょっと4番5番の話を聞いて、そうそう、一応グレーズリーっていう、たぶん、まあ7番がランテージしてくれればいいと思って。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。あ、俺は5番を処刑したいと思っています。理由としては、ね、まああとはね、2番に関しては要素薄い。ただ、3番が1番に関して狼軸で置くのは、俺は3番がお門違いな精査をしてるなと思ってるんですね。1番って今日、地釣り発言する。まあ基本的に議論で釣ることはないと思うけど、仮にじゃあ位置を釣りましょうってなった場合って、位置が白結果を見せるってことは3視点一番強靭に見えないと思ってるんですね。だからそこの精査が3番微妙やなっていうふうに感じてました。ほぼほぼ6番で囲いが入ってると思っているから、1番の偽進行というところで1番を釣る構図を取れたと思っているんですが、どうでしょう。まあ7番がランテージしてもいいと思うけど、基本的に今ので3番さんは結構微妙な位置になりましたよ。だって3番さんの立ち位置でいたときに1番が狼見えます？あまり俺は見えないですけどね。だって1番自分釣りを飲むって言っていて、とても占い師の発言とは思えないし、3番が真と思いたいけど、1番が白結果見せて3番まで引いてくれって言ってる状況って3視点1番めちゃめちゃ強靭に見えないかなと思ったんで、3の視点もちょっとなと思いました。まあ、2番がいい評価をできるっていうのはわかるが、まあなんやろ、3に背だった場合2番に無理やりライン繋いでんのかなっていうふうに思った。だから結果俺の中で2番の色は白かなっては現状思ってます。1番が偽だった場合は強靭、3番が偽だった場合は狼と思ってます。まあ7番が指定決めて、9番は5H ちょっと考えた方がいいと思いますよ、この動画を。5番のプレイヤーが発言します。え、4番って5番釣りたいって最初に言わなかった？何と思って聞いたら俺に全く触れなかったんだけど、最初4番って5番釣りたいって言わなかった？何、意味わからんだけど。まあ、それが言い間違いなのか、何の言い間違いだったのかも意味わからんし。え、5番釣りたいって言ったよね。てか今日1番釣りでいいでしょ。1番視点4番5番が1番偽しか思考を外さないって言ってるけど、俺別に3番も偽っぽいって発言してるから。わかります？別に1番が新占いだった場合って、別にじゃあ3番狼、4番5番っていう、どっちかの相方って全然見えると思うし、1番自体の精査が全然つく位置だから、まだ。1番が精査話すの早すぎない？ 1 番釣りでいいでしょ。多分1番が実利のところで1番で釣られないと思ってるから、1番の狼も全然あると思うよ。で、俺1番2番とか全然あると思うけど、2番って1番が偽らって、1番に対して様子をめちゃめちゃ上げながら、結局2番って、あれだよ、まあ、なんか精査をまた深めていかなきゃいけないって、いや、まあ、の精査をフラットに戻してるから、2番って。めっちゃ変じゃないですか。2番視点別に1番がめちゃめちゃ変なことをしているんだったら、1番釣りからで1番の色を見ればよくないですかって思うんだけど。4番視点を、4番は制作つかんくなったわ。4番って5番にして向けてくるから、どういうことって思ったけど、その要素がないし。別に1番白になった時に、だって1番視点もそう思ってるで、その村が1番得策だと1番占い師の視点と思ってるんだったら、じゃあ1番釣りでいいんじゃないですか。で、1番白が落ちた時、その後また精査を考えればいいんじゃないですか、神一度と思うけど。多分1番って自身が釣られないと思ってるから、狼でも全然言えると思うんで、これで1番があっても強靭っていう精査とかやめた方がいいと思ってるんで、俺1番釣った方がいいと思います。6番のプレイヤーが発言します。一釣りはね、割とありかなと思ってる。5に思考が近いな。まあ、1が白結果だからといって3の偽みたいな感じの思考は取らないよ。1の発言が強靭にも見えてるから、だから1の色をね、はっきりさせたいなと思ってるよ。ね、ちょっとでも5番さんには言っとくけど、4番さんって2番さんを評価しているからこそ、2、4、5だったら5番さんねって言ってる人物ね。で、2番さんは8番さんに不当だって、まあ、まあ、そうなんだけど、
ただ、1の予想拾いという歌詞がこうなってるから、なんか2視点どうなってるんだってちょっとだけ思ったけどね。うん。まあ、あと、8に関しては、その、まあ、2周目、その3周から2周に変わったから、8に関しては2周目、低めぐらいでよかったとも思ってるけどね。8に来るのであればね。そうだなぁ。どんどんね、1ついたいもすげえわかるなって思ったよ。で、これで、仮に1小結構した時って、5って結構、ね、4が、1の強もある、その5自身が成長しづらくなると思うから。ただ、おわなに言うと、2番さんを4して2周個持ってるから、5って応答になっただけだと思ってるから。俺は結構三振で行こうかなって思ってるよ。現状ね。だから1からでもいいかな。例の色結構落とした方がいいかなって思ってる。7番のプレイヤーが発言します。1なんて釣らないですけど。1のやるべきことって8番に色つけることだから。はい。だって5番、6番って結局1番が白をしたとして1の芯決め打たないんでしょ？だったら1番釣る意味ないじゃん。で、1番強靭性差し3番芯って書いておくんでしょ？だったら1番釣る必要ないって。はい。って思いますけど、1番も新占い師だった場合って、1番が新取りたいんだったら6番の色を見せて、俺が死んだよっていうのをやればって。まだ思う。まだ傘を差し出した方がまだマシだと思うよ。1番が新主張するんだったら。で、5番の1より2番、1、2の要素も薄いと思ってるって、5番視点って、じゃあどこが白1だと思ってるの？いないの？変だなって思うんだけど。私は2番って結構村1に見えてるから、よかったけど、さっきの5、6が1番を釣りますって。で、1番の神経をして1番を釣るんだったらいいよって言ってるんでしょ？で、結局1番が白落ちたとしても、1の芯見ないんだったら1釣り見ないじゃんって思うんですけど、違いますかね？はい。だからまだ4番の方が印象良くなったと思ってる、4番、5番だったら。4番、5番の、特に1番への出なかった、この、なんだろ、潜伏がって1番、4番、5番、8番が言ってる理由になってないってこと。2番が真っ当だって言ってるの、私は。はい、だったら 1番とか3番の要素を拾って精査を入れろよって思ってるんで。はい。456だったら釣っていいと思ってます。456が好きなところを投票してください。1番が信ないと思えば6番釣ればいいと思ってます。バイバイ。8番のプレイヤーが発言します。現状56人狼1強じゃないかなと思ってる。その理由って5番と6番で1釣った時白結果出たら、これ1信だわ、3狼だわって。占いローラーに持ってきた1釣りじゃないかなと思ってて、なぜ1番、強靭で見てるかっていうと、9番が1白もらって出る必要ってないよね、芯だったら。4番さんが言ってるように。だから1番強靭で出て、もうご主人潜伏してくださいっていうように、俺見えた占い心境に。だから1強だと思ってんだよね。そうなると2番も1叩いてたんで、まあ1の芯もあるのに叩けてるのはやっぱ2白かな。で、俺3番さん4占ってほしくて、4番さんの発言が真っ当すぎて、今日の3叩きも3番目線1がローには見えんと思うよね。1がローで9から白もらって出ないでしょ。3周目に出た占い新目で見るから。だからそこを叩いてる4が真っ当すぎて、4ってもう占い結果しか俺はちょっと判断ができないの、真っ当すぎて。だから4占ってほしくて圧迫で よくて、で、9番さんはもう3守ってほしいかな。俺は今日も占いから行こうとしてはご釣りでいいともグレーの精査もせず、グレーどこ釣りたいかも言わないから。5、6人狼1強が本線かなと思ってる。3番さんはちょっと白圧迫の意味も込めて4占ってほしい。9番さん3号やね。今日自分5番さん行きます。全プレイヤーの発私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。
なんで6番も5番入れてんだよ。6番と俺の思考めっちゃ合うんじゃないの？意味わからんなんだけど。じゃあ8番ってさ、どう考えてんの？だってあの5番6番がじゃあ狼で1番潰しに行ってもどうせ1番って釣れないやろ。でも多分8番って狼ないと思ってるよ。だって8番が狼の時って俺で白落ちるの分かってるから、8番今別に俺を黒前提で落としてもめちゃめちゃやりにくい考察してるもん。1番ってから多分8番ってマジで1番強人5、6に見えてんじゃないのと思ったわ。いやなんで？だって4番もおかしくないか。で2番も変だし、だから1番狼だって言えるじゃん。地釣りなんか興味ぶってどうせ釣らないんだから。なんで1番の色、一番色見ることめっちゃ重要だと思うんだけど、で4番って1番偽って言ってたのに1番にいけるよね。4番って5番釣りって言って5番の要素を上げずに2番の白要素を上げてても4番って1番の偽で思っているんだったら、もともと初週からの1番偽で1番釣りも飲めるでしょ。1番って地釣り飲んでるんだから。おかしくないか。じゃあ俺が狼でこの状況に、何グレーにほぼ触れて、まあ、ほぼ触れてないわけじゃないけど、一番を釣った方が一番いいっていう、それを考察を起こそうっていうことをして、じゃあ5番が釣れちゃって5番釣られてどうするん。5番狼で俺なんか白しか落ちないから、9番もう3番守ってください。3番守りね、あもう絶対いらないんで、霊の守りとか俺の白見ても何も意味ないっすねって思ってるけど、だから別に一番狼軸ってあると思うし、一番狼軸の時って 1,2,1,4 ってめちゃめちゃあると思うよ。6番って一番強世界しかないんだから、ね。違う、狼で出るとは思えんけどね。気をつけてください。この9がなんかメタで毎回やってるんならわかるけど。だから変なことしないでほしいんよね、騎士は。なんか身内村臭いから。そうそうそう。だからわからんくなるからね。1の色が変なことせんでいいと思うね、騎士は。夜が明けました。昨夜は1名の子が3番、4番ダメだ。プレイヤーが発言します。なんで3号へしてないかね。もう4つれんやん、これ。釣ります。いや俺は2番の評価があまり変わらないし、基本的に、3番地神の8番狼とかも追ってないし、5番が8番に対して取った要素で2番に対してフォーカスが向き、1番2番1番4番の構図に見えることが俺はおかしいと思ってから5番釣ってるんです。いや俺1釣った後多分6釣っちゃうよ。いやー、鉄板3号やったと思うけどな。いや、1釣る思考って村目線では 100% ありえないと思うんやけど。5番白でも俺なんやったらまだ語りぐらいまで思ってます。6番のプレイヤーが発言します。211陣形だから、確定した役職の結果の方が欲しくないかっていう思考も言ってるんだけどね。占い結果より霊能結果の方が重要だと思ってるけど、まあ、そこは思考が違うのかなと思ってる。いやこれね、俺ね、1強もあるし老もあるなと思って1行こうと思ったんだけど、でこの論が分かって、昨日ね、この論が分かって、2-4難しいなと思って、で、1がもう偽だって思ってたから、1番から行きたかったんだよね。で、3の結果落ちて思考を落とせばいいと思ってたから、ちょっと更新できてないですね。とりあえず1行きます。7番のプレイヤーが発言します。はい。1番釣って、6番釣って、2-4の卓で頑張ってくださいって思ってます。はい。もう2番釣りだ、終わらんかった時は4番が狼だと思ってるけど、いや6の思考っておかしいんですよ。だから言ったじゃん、5番にも言ったけど、じゃあ1番が偽思考するんだったら6番釣ればって言ってるの。特に4番とか5番に対して、4番5番って1周目の精査で1番の精査が潜伏しなかったから偽
って言ってるんでしょ、3仕様で。で、5番に対して3番のも3仕様で潜伏の丘、潜伏が何て言うか出てるんだから、それ精査いらないんですよ。その以外の発言から拾ってくださいって言ってるので、精査もせず結局じゃあ1番が地釣りしてるから1番釣ります、1番の色見たいです、じゃあグレーどうなったのってなるし、だからそれがいらないから4、5、6から釣ればって言ってるんです。で、私は1番が2下がった時って6番の狼濃度が濃いから6番から投票した。はい、6番の思考で5番と思考が合うのに5番に入れてる6番って人外の濃いですよ。はい、今日1番釣って明日6番まで引き切る。で、2番と4番狼って100ないし、100ないと思ってるのが違うかな。でも4番の視点で8番って 100% 隠し色だからね。ね、だから一瞬8番狼ってないよなって追ったのが微妙だなって思ってるけど、私2番が一番村っぽいと思ってるから、はい、1番6番まで引き切って、あ、1番4番引き切って2、6の卓でもいいかなでも思うし、はい、2番だけは最後まで連れてってください。2番が一番村だと思う。8番のプレイヤーが発言します。ごめん、もう俺4番さん釣れんわ。もう占い結果で、しかも4番さん真っ当なことしか言ってないから釣れないよね、占い結果じゃないと。いやー、ちょっと3守ってほしかったね。どっちだろう、これ2と6。まあ2番さんのちょっとおかしい要素、あの、まあ、ご苦労で追ってたから、2番さんも疑ってなかったんだけど、2番さんって1のこと新芽って言ってて8を怪しんだんだよね。だからそこがちょっと矛盾してるなと思ったから、多分俺1行った後2に行くかな、明日。俺5、6がないってなるとな、初日過去今、まあ、1が老化強化なんだよね。いやー、もうこれあれか、一も今度は色見れんしな。まあ自分1番さんつったら多分2に行くね。もう4番さんは釣る気ない自分。9番のプレイヤーが発言します。なんで4釣れないの？うんとね、護衛先をさ、ぐちゃぐちゃ言われるの好きじゃないんだよね。霊能護衛に決まってんじゃんと思ってて、なんで3を守れ、3を守れって、3が偽かもしんないのにさ。だから、片白で言うと8が黒いなぁと思ったんだよ。強臭いって思ったの。ん？白人外？もうあるかなって思ったの。で、色見れないしねって8番さん言うけど、私護衛7だから、1守ればワンチャン黒釣れるんだよ。そういう話もないでしょ。4を白く見るのは1日目だけってリサ言ったんだよ。これ説教コースかな。説教コースか。1番説教コースだろうね、これ負けたら、うん、当たり前だよ、説教するに決まってんだろ。だって俺が出たからって言った、なんで潜伏しなかったかって、俺がだって潜伏を決め込んだ場合って、霊能潜伏、鬼潜伏の論が唱えられないからね。今言わせてもらうけれども。俺がもし潜伏を決め込んだ場合は、素直に出ちゃうでしょ、霊能も鬼潜伏。だってや、人外って基本的に役出すんだから。役出して、狼戦略をフルに活用とするんだから。黒打ち放題で、基本的にね。グッジョブも起こり得ないっていう、もうゼロ可能性が全てにおいてゼロに。まあ、2番さんはね、多分そこら辺、多分もうちょいね、分かってほしかったなと思ってね、多分2番とは多分精査の基準が合わないなっていう思ってるから、人外要素としては取っていないけどね、基準が違うなって思ってますね。だからまあ2番が釣られても生かしたがないなって思ってるけど、まあでも狼は4だと思ってるけどね。多分3番4番ローローで3番が地神した構図、4番が3番に対し指摘している構図が、4番が3番に対し指示をしたんだと思ってるわ。で、教授位置が多分5番か6番、ね、6番って俺から釣るとか頭おかしいこと言ってるけど、まあ、確かにね、あの神経屋で釣れんだったらいいって言ってるんだけど、ちゃんと3番のあれ偽追ってくるよって言ってる面で俺は言ってるからね。あの段階だってみんなが俺のこと神経って言って、俺がどうのこうの言ってもだって
それよりだ、だって3番にな、あの、俺つって3番の、あれ、俺白結果で新占い師っていう風に追ってもらって、3番まで引いてグレランドが勝てると思ったからね。はい。おそらく3、4ローだと思ってる。うん。だから4番が3番超えとか、こう、なんか3番も噛まれるような、その茶番みたいな発言してたから、多分ロジック。2番のプレイヤーが発言します。風倉さん、ギフトありがとう。はい。まあ3番4番狼やったら3番が地神する必要って全くないと思ってますよ。8番が4番のこと盲信してるんで、3番がそのまま4番白結果打った時って8番の票って1番に入るから、3番4番狼で3番が地神するメリットがないんで、1番の下はおかしいなって思いましたね、今の発言聞いて。まあ、8番確定強人やと思いますよ。8番視点で5番白結果が落ちた状況下でいきなり2番が黒になるロジックがそもそもないんで、8番して6番の人とどこ行きましたかって思ったから、8番は2番黒主張するんだったら2番の明確な黒要素持ってきてもらっていいですか。まあ6番で昨日おかしいなって思ったのは、6番って2番に対して2番が1番、3番を信じて見てるのに8番にどうこうって言ってるけど、そもそも2番って1周目の段階下で、2周目の段階下で1番3番の信義をつけてないし、ただ1番信視点立った時に地釣りを飲む必要がないと思ってるし、一番が占い能力を持ってるんだったら、霊結果を2つ落とさなくても、自分の占い結果を落とせるんだから、一番占い視点って霊結果を2つ落とすことって一番占い能力持ってるのかなって言ってるけど、8番単体でおかしい要素を拾ってるから、三神8番教授の世界線だってあるわけだから、2番が8番に対して言及したことが、2番のクロスにならないですよ。だって、現に8番って2番に対してめちゃめちゃ太も殴りしてるから、8番が2番に対して言ったことって、2番が騎士だから黒だって言ってるんですよ。2番が言ってることって、1番占い視点で狼戦略定めたいんだったら騎士出したいんじゃないのしか言ってないから。8番2番殴りめっちゃ不当やから。全プレイヤーの発言が終了しました。これから。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。まあ最悪なケースは3番教授24ローローで、2番と4番が6番殺しに来てる構図が、まあ、24って感じで、まあでもどうやろうね、3番地神も全然あると思うけど、普通に。なんか4番が3番に対してのそのアドバイスをした感じね。3番視点で俺が強人に移らないかって4番が3番に対して指摘してるところが、3番の唯一の隙間というところを4番が3番に対してカバーリング入れてる構図が3、4ローローで、で、村の視点の中で多分4番ってグレードの中で多分 HP 高い方だと思っているから、ね、3番が噛まれた場合1番までオートで、釣れる。ってなってくると信用勝負で、勝ちに行ける構図ってのもあるからね。だけども今2番も6番に対して多分釣りを次なんか殺しに来てる構図だから、まあ、最悪なケース3強24ロールだと思うけど、でも4番の狼は硬いと思ってますね。かな。まあ5番は多分ね、普通の村って感じで、多分まあなんか先走っちゃったって感じの村だと思ってるから、強陣位置がまあ3番強人だったらあれだけども3、4ローラーだと思うけどね。まあ3強2、4だったらあれだけど、無理、絶対勝てないけど、3、4ローラーでまた強人位置が6とか8だったら、まああるから、まだ勝ち目あるかなって、4番釣れば勝てるからって感じかな。どっちも可能性高いと思うよ。3、4ローラー、6か8強人のか、2、4ローラー3強人、はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。4はちょっともうつれんよね、まっとうすぎて。6番がまっとうじゃないっつ、まあ、6、1人狼で1釣りよしかな。けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。
8番のプレイヤーが発言します。俺はちょっと2番さん行くね。やっぱり2番さん1のこと2戦目で追ってるけど、やっぱ8叩きがやっぱおかしかった。あの2番さんが1、2成軸なら8の狼ってないから、やっぱ俺2かな。1の色がちょっとわかんないんだよね。1がローの時1、6で、6が初日から1行こうと多分言わないと思うんだけど、進行が合わない6は。1釣る進行が次の日釣ればいいから。で、4番さんは言ってることがね、村寄りすぎてね。この人はちょっと、ほんと占い噛まれたら釣れないんよ。一番まともな考察言ってるから。だから3がちょっと占って、黒か白かを見ないともう無理なんよね。俺はちょっと2番さん行くね。まあ、6番さんがもっと黒かったら6に変えるかなって自分言うとこう。9番のプレイヤーが発言します。なんで4番をそんなに白く見れるのかわかんないんですけど。もう、これね、リサがね、騎士だったから、噛まれずに、ナメプされてると思ってて、私は8強の方が強いと思ってんだよ。実況。にゃー。おいしそう。8番さんがなんで4番さんを評価できて、2番さんを黒いと思ってるのか。評価できるっていうか、釣れんやろ。聞いてないからかもしれないけど。だテキパキ喋る狼だっているでしょ。だから4の白狼だってあるでしょ。じゃあ4釣ろうか。これどうしようかな。じゃあ4釣ろうか。まあ話は聞きますよ。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ4番6番の話聞くけど、まあ、ほぼほぼ、いやどうだろうな、4番6番やったら6番、4番の方が白貯金が多いと思ってるから現状6番投与しようかなと思ってるけど、8番が言ってる2番のやつってめちゃめちゃ暴論やから、8番が無理やったらマジでその考察やめてくれって思ってんねんけど、そもそも2番って2周目の段階で1番に対して1番が新主張するときってわざわざ地釣り飲む必要ないから、だから1番が新視点じゃないと思っているし、1番が3番、4番、5番、8番が潜伏動向で1番の芯を切るんだったら1番釣りしてほしいんじゃなくて、1番が知らない人をするんだったら2週目以降の考察、2日目以降の色結果で4番、5番、8番が群れた時って1番に対して再精査をかけるから、1番が芯をやった時って地釣りを飲む必要がないし、1番が新占いを主張するときって霊結果2つなんか落とさなくても自身で占い能力があるんだから占えばいいやんって言ってるだけなんよ。私2番が8番取ってる要素って8番単体でおかしい要素を拾ってるから、2番してね3番芯になるときに8番のおかしい要素を拾うのがおかしいって言ってるけど、8番の2番の初心の叩きってめっちゃ不当やから、8番が2番に言ってることって2番が騎士出そうとしてるから黒ですねって言ってるんよ。8番さんそれ自分でおかしいと思わないですか。2番が1番に対して言ってることって1番視点狼戦略を狭めたいんだったら盤面詰めるために騎士出せばって言ってるだけなんですよ。2番視点で騎士出したいとかじゃなくて、1番視点取った時に騎士出したくないからって2番の発言だから、ね、8番の2番なんで2番さんって騎士出したい人だから2の騎士ってないから、はい、4番のプレイヤーが発言します。2裏にねえと思うんだよね。8番が強靭にしか見えないので6番釣ります。ね、まずね、3番の地紙追ってないし、1番は大紙だと思ってるんです。それは2周目の発見で1番視点で5番6番が強靭に見えるってもう確認せんやんと思いました。5番6番が強靭だった場合、1番3番に5主人出てる状況で、かつその中で1番に対してスローやって言ってるのが5番6番が強靭に見えてる1番の視点は真じゃないで、3番が噛まれた時に、3番って2番が、1番2番はあまり見えないっていう考察を落としているから3番の占い師は絶対2番じゃない、4番か6番でしかないから、処刑宅は4番か6番でしかない。以上の理由から俺は6番だと思っている。てか、ほぼほぼ6番と思ってる。2番が狼になった時に3番噛まなくてよくねと思ってます。3番の占い師が2番に取ることは3番の発言、言動コードからほぼないですよ。
どうも怪しくなったな。8番めちゃめちゃ強靭やと思うわ。だって2番の要素ないもん。6釣ります。6の発言を聞くまでもなく俺は6を釣る思考しかないんで。6番さん多分ランデージ上げられたら4番しかない。16人狼ってんの ?4 番は6番と。16人狼ってんの ?6 番のプレイヤーが発言します。6が多かったら5釣って3かめばいいよ。どっちもかなと思ってるけどね。2番ずっと8番に問いかけてるけど、8時点で、ね、2が1にその問いかけて、問いかけたけど、その問いかけが結果的に彼が出てほしいっていうふうに言ってるように感じたからっていう蜂の視点の話だから、だからなんか、なんだかなって感じだし、蜂を強靭で追ってるのもピンときてないね。俺やっぱね、1がね、強靭かなって思っちゃってるな。だから2、4なのかなって思っちゃってるんだよ。2、4なのかなって思っちゃってるんだ。だから2、4ともに自身でしょ。9番さん、4番怪しいと思ったよ。でも8番さん、4番さん来たくないんでしょ。今日2番さん行ってくんない？ 2 番さん行って、4、6で考えてくんないって思うけどな。いや、ほんとごめんね。2、4、わからん。蜂の強要素っていうのを全く持ってわからん。5の白結果が落ち、自身が5を擁護して1、2、5って言ってる構図がどういうような構図で見えてるんだろうって思ってるし、いやーなんかだからしっくりこんなってほしい。2に関してはその要素、8に関してはその要素しか言ってないから、別に不当とも思ってない。8はそう感じて、1の言葉を書いて2がそういうふうに言ってるように感じたっていう8の音と思ってるから、いや8番4白と思って9、4黒と思ってるんでしょ。今日2番さん言ってくんないですか。これ蜂の表面そんな感じじゃないから、ダメ？全プレイヤーの発言。私が悪人ですって？もう怒りますよ。24あるな。94。6番のプレイヤーが発言します。いや先に喋るのはきついわいやね、だから俺は8番さんに共鳴を感じてなくて、1番さんの共鳴もあるのかなと思って、2音もあるのかなってちょっと思ってるけどね。3、4ローとか全く考えてないよ。うん、3ローだったら神させないと思ってるし、1、3の時で3の占い結果ってほぼほぼ6に飛んでくると思ってるから、6の結果その白結果が欲しくない人物どっちだってなると思ってる。村が3進思考してる状況下で自身白が飛んだ場合ってもう2、4釣れる構図でしかないから、それが嫌な3が民主か思えないんだけどだから蜂の共鳴っていうのが全く分からんから、今日2番さん言ってください。2番のプレイヤーが発言します。はい、いや2番、いや6番がそう言っても2番のおかしいよ、そう言ってないでしょ。だって6番って、6番って8番の強靭が否定して、だから1番が強靭だから2番4番をかもなくて主張されても、6番が無駄だった時に2番ってアンサーできないから、8番の強靭要素って8番の2番殴りがめちゃめちゃ不当やから、2番視点って1番が偽であろうが3番新世界8番強靭の世界線だったるから、8番が言ってる2番が3番を死んだ浮くんだったら8番に対する精査がおかしいって言ってるけど、8番単体でおかしい発言をしてるんだから8番に対して言ってるんですよ。4番6番で比べた時って仮に1番4番狼やったとしてもあんまりその癒着に見えないし、3番4番狼やった時って3番が4番に白打てばいいだけやから、8番が4番の白を盲信してるから、だから1番3番進路軸で4番つながる構図が見えないから6番かなって言ってるんで、はい、6番投票してください。以上。全プレイヤーの発言が、私が悪人ですって、もう怒りますよ。なんかなんね、これほぼ平和村に近かったんだよね。ああ。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、6番の遺言を発表してください。いやー、初日はいかんかったかな。初日がいかんかったかな。普通にゴールするよっとくべきだったかな。ただ5の論が分かるなって思って、で結局4、5、6ってやった時に5番がずれるか、自分がつなげるよりかはもうずれた方がいいなって思考を持っちゃったから。いやー、申し訳ない。素直に2、4の審議がついてなかったから、ここから手をかけるでとどめて、下にあんまり言及しない方が良かったね。いやー、やっちゃった。いや、一応私だったらごめんね、俺ここ1位2世かなって思ってたから。そうですね。もう普通にコースに回って初日打って、スルーしたらよかったですね。いや、ごめんなさい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ3番が6占ってた、6つれんかったし、1個やっぱ占いしてほしかったかな。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番のプレイヤーが発言します。はい、8番さん狂人ですか？私狂人じゃないんですけど、4番のクルーソーがあげれないな、どうしよう。まあ、実施点って1番3番の審議をつけたときに、3番4番狼やったときって、8番が4番の白を盲信してる状況下で、3番4番狼で、あ、8番強人か、まだ勝てんからもういいや。はい。いやー、ごめんなさいね、6番さんに関しては。審議を間違えてしまいました。ごめんなさいでした。まあ、一応4番さん投票しますね。ごめんなさい。4番のプレイヤーが発言します。だる。マジか。どっち？1番2番狼？8番の精査が合ってたわけね。いやでもちゃうよな。8番強靭よな。だって5番6番強靭地の時に3番1番に釣り誘導持ってきないよな。負けか。8番の言うこと聞いとけばよかったな。いや、6番の言ってること、全然俺合わへんねん。全然合わへんねん。1番する思考なんか村じゃないと思っちゃうから。ああ、8強やな。申し訳ない。いや、2番、あざといわ。あざとい。8番のプレイヤーが発言します。あ、ごめん。俺、狂人じゃないから、お互い投票して。で、お互い投票して、狂人と狼精査して2浪1。俺、やっぱ6ないと思ったのよ。1浪人狼の時、6が1行こうって言わんやろ。あそこ5つって、5が占いから行くのおかしいって、6が5つって3噛んだ方が俺いいと思うから、6の狼絶対ないと思ったんよね。だから、どうだろうね。1、6で出るかなぁ。けど1強ならもう折ってんやろ、どっかで。1強の時6で折ってるから、6、2、6あんの？どっちにしろ切ってんのか。もうちょっとお互い投票して、2浪1強言って。お互い投票して、決戦で2浪1強1を言って。俺狂人じゃないから。俺狂人だったら、自投票するで勝ちだから、俺狂人じゃないのよ。でも5が狂じゃないでしょ。5が狂人だったら1投票って言わないから、5も狂もないよね。まあ、6の狂はある、あ、6の狂もないか。ああ、これもしかして2がガチ狂かもしんないけど。まあ、ちょっと、
苦境なのも自投資するわな。とりあえずまあ決戦して、で決戦になればなればで、二郎一挙ちょっと言って。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。狂人誰な？ああ、ガチ狂人いねえんだ。狂人誰だ？狂人これ誰だ？プレイヤーが発言します。5番と6番の狂人は否定なんですよ。5番と6番狂人だった時に1番3番に狼出てるから、それを釣り寄すことはできないから、その場合は1番3番に狂人がいる。1新世界ある？ 1 が狂人だったら8番に黒を打つのが絶好のカモじゃない？いや、どうやろ。1強2、6ローだった場合は、2番と6番で4番殺せばよくない？やっぱり1番が狼が一番しっくりくるんだけど、5番6番が狂人目がないんだよね。1、3狂人どっちかで2、6ローが硬いかな、そしたら。うん、2番行ってください。2番のプレイヤーが発言します。はい。1番狂人、4番、6番狼やったときに、8番が2番狼ロックしてる状況下で、4番が2番を白く評価して6番に行く意味がないと思ってるから、8番って2番のこと狼ロックしてるから、4番、6番がそのまま2番投票したら勝てるから、だから1番狂人世界線4番、6番狼が見えないと思っているから、1番、3番進路で、3番4番狼たときって、これも8番が4番のシーンを盲信しているから、3番4番狼で3番が地神する必要がない、3番が4番白打ったとき、打てばいいと思ってるから、だから1番4番狼かなと思ってて、まあ様子としてはめちゃめちゃ薄いけど、4番の初日の1番の真剣な様子かな。4番が1番に対して1番が白打ったときって、白もらってる状況から選択すればいいから、1番が2白っていう論は、そもそも成り立っていないから、1番4番のライン切りかなと思ってる。1番狂人、4番の熊の世界線が見えないし、3番4番狼で3番が地神する必要がないと思っているから、4番投票してください。全プレイヤーの発言が終了しました。え？私が悪人ですって？いやー、俺もう4は釣れんのよ、まっともだと言ってるから占いじゃねえと。どうだー、これも。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲイマー。ああ、よかったよかった。村人陣営の勝利です。うわ、五が強なんだ。五強で、マジか、一番釣りをしてたんか。いや、一番進路。なんだ、二番超えしたって。二三人狼や、これ。いやもう7と9は4釣りたいとか言った時も早く確約しねえと思ってたわ。てか一服の考察は嵐だろ。俺が偽とか。だから4番5番が1番の盤面のあれで偽っていうのがダメだよって言ってるんだよ。違う？